の <music> 参議院議員青山茂春の入場です。大きな拍手でお迎えください。 皆さんこんこにちはいいつもありがとうございます、えー、今日はあ梅雨にしては、まあ、比較的ましな天気の中をこうやって集まっていただきまして改めて皆さんありがとうございます。 今日東京からこの姫路に戻ってきまして、えー、正直リラックスしすぎてますあのご承知の通り、えー、僕はここの純真学院、えー、中高等学校の卒業生でありまして、えー、今目で探してるんですけれども、えー、同級生も10人ぐらいかな、えー、来てくれてるそうでそれ,それから あはいはいあ,あ,あの一角にいる若々しい人々がわ、うん、が同級生です、はい、<laughs> それから僕の実の兄貴が来てるはずなんですがお兄ちゃんどこですか <laughs> あはいちょちょっと立って立 <laughs> <laughs> ってくれる<笑><笑>はいそれからあのー、ね姉さんです 姉さん姉さんはいはい、はいはい、ありがとうございますもう今日は同級生と家族でいっぱいなので <laughs> これからあたい怖い話もしなきゃいけないわけですけれどもさっき言いました通りもうこの姫路駅降りたとこから大変リラックスしてまして多少うるうるまではいってないけれども まあ気分としては、そうですで。今日は最年少の参加者もいてくれて。僕いくつですか。今年で9歳。めっちゃしっかりしてるやん。うん、ちょ、っょと僕上がってき。はいではい。はいはいはい。はいはい。はい。お,お名前なんていうんですか。あはい。今日は鈴木君の独演会です。はいはいあ。ありがとうね。 はい、えー、そういうわけで、えー、リラックスしながら皆さんと今日は時間ちょっと短めで明日の朝5時までやりたいと思います握 <laughs> 手が大きいから5時までやらなあかんやん、はい、まあ,あさっき言いました通りウクライナをはじめ それから消費減税も実現してないしつらいことばっかりある日々でありますけれどもまあどうしたらいいのかということを一番皆さんと話そうと思ってやってきました、まあ、その前にさすがに僕の自己紹介はもういいかなと思いますが、えー、僕は生まれは実は神戸市なんですねそれで、えー、僕の家は今 実の兄貴を紹介、姉さんと紹介しましたけど、青山織物株式会社っていう、まあ、一応亡くなった親父によれば、非常に歴史のある繊維会社の家に生まれたんですけれど、親父が神戸支店に、青山織物の神戸支店にいたときに僕が生まれました。それで、父親はもう亡くなってますけれども、8人兄弟の末っ子で後継くはずがなかった。それが上が上 これも親父の話によればですけれど、日本で初めて、本当かどうか分かんないけど、ここは、ハーレー・ダビッドソンに乗ってて、大きなバイクの川に転落して死んだとか、馬から落ちて死んだとか、えー、あるいは戦死なさった、やっぱり、そういうことで、8人兄弟の末っ子だった親父が、青山織物の後を継ぐことになりまして、それで当時の火災軍に戻ってきたんですよね。青山織物というのは、兄貴の前で戦越ですけれども、 加西郡だったり西脇市だったり要は西脇産地の山本っていうやつだったわけですこれはお親父の話じゃなくて僕ちっちゃい頃目撃してますから間違いないところですけどそれでその加西郡からですね今加西市ですけどこの姫路市の純真学院の中高に通いまして18まで兵庫県にいたわけですだから神戸、加西、姫路と三つの 場所を中心にあくまでも兵庫県で育んでもらいましたもう東京に住んだ方がもちろん長いんですけど大学から東京でしたから長いんですけれども心の中は俺今日来たから言うんとちゃうよお世辞は絶対言わないのでお世辞っていうのは自分を守ることなんで特に国会議員になってから特に自分を守ることはしませんので今日選挙の話もせえへんはい。 えー、するとみんなしらけるんですけどね、うん、何しに来たんやっていう感じでまあ本当に選挙のために来たんではなくて国会議員というのは人のために死ぬことですからだからあそれをあ最後の方にちらっとお話ししたいと思うんですけど人の生き方についてもですね今日鈴木君ちっちゃい子最年少の参加者もいらっしゃるんで。 まあ普通の国会議員の話だとそういうことは出ないかもしれないけどそういうことまでできれば夜が明けるまでにはやりたいと思いますでまあ今お話し,しました通り、えー、気持ちが兵庫県民であることは全然変わりません、えー、今日は動画もアップするんで先ほど政策秘書の井出口太えー、僕太志君と呼んでますけどから皆さんも このスマホでで撮っったたりしても構いいませんんよよととうう話あったと思うんですよねだからあんまりあの露骨な話しちゃいけないんですけど、えー、この間の兵庫県知事選挙の時に、えー、知事選に出ろというお話が、えー、水面下ですけど正式にありましたでこれ兄貴にも言ってません <laughs> で今ちゃんと知事いらっしゃるんですからあんまり余計なこと言うのは ああどうかと思いますが、さっき言いました通り、姫路に来てリラックスしてますから、しかもこの高い円台にいるのをいいかげやめたいので、あんまり飛んだ意味なかったですけど、感染症、終わりの始まりぐらいです、よね。だからやっぱり、皆さんも僕もマスクしたままですから、感染症対策、気をつけながらですけど、この高いところから話すっていうのは、もう生理的にだめですね。 偉そうですはっきり言って。で僕は民間時代と民間の専門家長いことやりましたけどその前は記者ですが何も言ってることもやってることも変わってませんからだから気持ちとしてはこういう気持ちなんですよ。ね。皆さんと目線を合わせてですね。だから話を戻していくとありのままになるべく話をしますけど兵庫県知事選挙まあ井戸さんが長いこと奮闘されて引退なさるので。 えー、兵庫県知事選挙に出てくれって話があった時に話はそれてんじゃなくてずっとつながってることなんですけど兵庫県愛正直強いですからでちなみにですねちょっと一瞬話しれますけど18純真学院卒業する時に僕は東大と早稲田と慶応を受けるって言ったわけですよね親に先生に言う前にそうすると母親の顔色が変わりまして母親91で死にましたが お前ちょっとそこに座れ」と言われまして高さん生がやむをえず正座したところえ我が母は何て言ったかというと「お前な博の山の向こうはな猿しか住んでへん」って言ったんですよ。ね、これずっと東京で言ってるわけですよ。ね、だもんで僕はすぐお母さんに切り返して「内閣総理大臣も博の山の向こうやん」猿か?」って聞いたら「決まってるやないかそんなもん」と。 政治家はみんんな猿やっって言ったんですよだからおふくろへ来てたら多分今の僕を見て激怒するところですよね。なんで国会議員なんかやってんねんと。まあ多少僕は影響されましたけどその時にじゃあ切り返してですね僕の方も「お母さんじゃあ天皇陛下はどうなんや」と。参ったかって感じで母親の顔見てたらすかさず「アホって言われまして「陛下はもともと京都の御所にいてはるんや」と。 東京に無理に連れて行かれただけやないかということを言いましてまあ面白いこと言うなと思いましたで、えーまあ、そういう気持ちこれはおふの考えではあるけどどっかにあって兵庫県知事選挙の時にちょっと気持ち動いたんですけどこれも実は本題に入っていってるんですけど国会議員としてやってることは民間の専門家時代の専門分野の続きを基本的にやってるんで。 一つは外交ですでここでちょっと本当はあれと思ってほしいんですよね。今僕は民間のあくまで民間のお役所とか国会議員じゃなくて民間から外交をやってるって言ったでしょ。普通外交って皆さんの頭の中だと外務省とか、ね、安全保障だったら防衛省とかそれから総理とか外務大臣とかやるはずだと。 思われると思うんですよ、普通。申し訳ないですが、それは違います。民間が主なんですよ。岸田総理も、不詳、私も、ただの代理人に過ぎないです。7年8ヶ月も政権を担われた安倍総理も安倍元総理も、ただの皆さんの代理人、僕も代理人、日本の主人公は皆さんだけです。それを官任せ、お役所任せ。 おかみ任せにしているから、拉致被害者も取り返せない、ね、あえて言うと、10%の消費税も払いっぱなしということになるんだと、昔から考えていますから、まず民間時代に一番あったことは外交です。で、これは例えば日本の唯一の同盟国のアメリカ、戦争ばっかりしてる困った国ですけど、ただ、まっすぐ来る相手にはまっすぐ応えるんで。 民間人ですけれども、アメリカのファイトハウスに行き、国務省に行き、国防総省に行き、そしてハワイ・真珠湾の私たちの先輩が真珠湾攻撃を行った向かい側の山に、アメリカの太平洋軍司令部ってあって、これは国会議員、普通入れないです。そこに民間人で入ってました。だから、一つの専門がまず外交です。それから今申しました、安全保障です。ねそれから あ実は国家の危機管理そというのは大きな柱は日本で一つはテロ対策です特に日本は原発多いですから止まっていてもテロに襲われれば同じような被害が起きますから一つは原発をある以上はテロ対策を貫くもう一つが実はこの感染症なんです感染症って今中国から出た武漢から出た 今の感染症だけ、やっぱり関心どうしてもいくと思いますけど、その前に鳥インフルエンザってあったでしょ、これ、なくなってないんですよ、中国は発表しなくなっただけで、鳥から鳥に移ってた恐ろしい命に関わる強いインフルエンザが、やがて鳥から人に移るようになり、人から人に移るようになり、そして中国で親子の間で死者が出たと、つまり人から人に移ったと。 ピタッと発表ししななくくったんですす本当は深く静かに先行してます感染症というのはどうしてもつきものなんです。今回のこれは、さっき言いました、終わりの始まりです、ね。ウイルスはもうだんだん人を殺したりしなくなっていきます。だんだん普通のインフルエンザや風邪に近づいていく。まあ、普通のインフルエンザ、風邪でも人、なくなるんですけど。でも話を戻すと、この感染症は常に戦ってなきゃいけないので、この3つ目の僕の専門分野、国家危機管理の、 柱の二本目が感染症なんですね。だから今日ももちろん来るまでに僕なりに対策は取ってます。ピーシャル検査しているのはもちろんですけど、ワクチンも三回打ってます。いろんなご意見あると思いますけど、皆さんにうつず心配がないことを確認してから来てます。今で三つ言いました。外交、防衛、国家の危機管理。それからもう一つが資源エネルギーなんですね。これ今兵庫県姫路市で 姫路も海に面してますけど、まあ、瀬戸内海にはまだよくわからないですけど同じ兵庫県でも北に行くとこのここ今日姫路ですからね知らない人いないでしょ城崎温泉っていう楽しいにぎわってるところがあってそれはいいけども城崎温泉からちょっと西側向かって左側行くと霞町とか、ね、同じ兵庫県民ですよでも霞の港に行くとですね あるいは駅前でもいいですけどもうタクシーに乗ってくれる人なんかもうおらへんそれどころか最近ですとバスももうほとんど本数が減ってしまってますよねつまり同じ兵庫県500万以上いる大きな県ですけどこの神戸とか尼崎西宮とか姫路とかそういうこっち側は大変潤ってるけど 北側はものすすごく寂れてるわけですよねところがその目の前の兵庫県の北の海に天然ガスがあるわけです。ね、メタンハイドレートっても聞かれたことあると思いますがメタンは天然ガスの主な成分でハイドレートってどういうものかというと今日のこの僕の応援が朝5時にようやく終わるとですねもう覚悟できました あできたえらいこっちゃんかそれこの後同級生って懇親会にせなあかんのに、うん、<laughs> 講演が終わってコンビニに寄ってもらうとですね白いシャーベット売ってるじゃないですか白いシャーベットあれとメタンハイドレートの実物はそっくりです見た目もそっくりだけど触った感じもそっくりですつまりすごく冷たいですよそこに何でもない火を近づけるんです特別な 例えば超高温の日とかそんなんじゃなくてまあ普通の最近ライター見ないけど100円ライター100円ライターでも若い人分かんないみたいですけど100円ライター近づけるだけでそのコンビニで売ってる白いシャーベットがボワッとすごい炎を出して燃えるんですよね。これがなんと霞の目の前の海にあるんですよ。ね。でこれはもちろん僕と それから今日は残念ながら来てないですけど母ちゃん、ねえー、正しい日本語で言うと配偶者、ねえー、これ青山チャール博士って言いまして今日女性が意外にお多いです、ね、きっと僕の兄貴の人気かなと思いますけれども、ね、何残っちゃう日本女性で初めて大型船の船長になったんですまあそのために差別偏見圧迫はものすごくて特に子供産んだら もう船に戻るなと厄介払いしたのである大学の偉い人に言われましてえ当時僕は議員じゃないです議員だったらこういうことできないですけど今不自由な身ですけど当時は自由な民間人ですから国立大学の学長室に乗り込んで女だから船を降りるってのはどういうわけですかとねなんと船の世界にはいまだに女が船に乗ると沈むっていう迷信があるんですよお客として乗るのはいいんですよ 船長ってことは、操船、操船っていうのはオペレートするわけですから、そうすると、沈むっていう迷信があって、ようやく子供は、僕と結婚して子供できたから、厄介ばらしだと思ったら、船に戻りたいというので、阻止する虚に出たわけです。それを学長室で直接説得して、そしてその結果、何が起きたかというと、今、あ,のあーちゃん、あー、あーちちゃん、はい。 アーチ8歳だから下の子が変わんないぐらいかだったと思うんですが男の子2人なんですよ僕たちは青山茶ャラさんと僕の間それがこんなちっちゃい頃にね遠洋航海に1年行ってしまったんですよだからさっき言いました我が母は「あんな嫁は離縁しろ」とこういう言葉遣いなんですよ江戸時代かあんたはみたいな。 ね、重治の言うことを千原さんは何でも聞くやないかと、その通り、意外でしょうが、わざわざ言うことないけど、亭主関白です、すべての最終決定は私がいたします、最終責任も全部僕が取ります、その代わりすべて守る、遠洋交換に送り出しまして、そして船から戻ってきて、まあ、子供たち大変でした、僕は政治記者でしたが、忙しいんです、政治記者というのは。 早朝4時半とか5時に国会議員、大臣のところに行って、一緒に朝ごはん食べて、家へ戻ってきて、子供と一緒に朝ごはん食べて、それから手をつないで学校を連れて行き、そして僕は国会に戻る、当時、記者ですよ、議員じゃなくて、そして夜回りって言って、今度また大臣のところに夜行って、途中で抜けて、家帰って、子供たちと晩ごはん食べて、一日学校で何があったかは聞くと、そういう生活をまあ1年遅れました。 で青山千原博士は船から戻ってきてやがてメタンハイドレートの専門家になってこれ話がそれてなくて母ちゃんの話にそれたんじゃないですよ一つは日本女子の生き方の話を今したわけですけどこのメタンハイドレートっていうのが実はとっても使いやすいってことも分かってきたんですこれあのちょっと話を簡単に言いますとね今ウクライナ戦争で 液化天然ガス、LNG っていうのが、ロシアから川うに行かない、あるいはロシアが売り渋ったりして、みんな困ってると、ね、そういうエネルギーの大問題になってでしょ、今、僕の専門分野の4つ目のエネルギーの話してるんです。ね、ところが、今言いました通り、コンビニのシャーベットと同じですよと言った通り、これ、燃える氷って言ってですね、なんと日本は外から買わなくても、自分の海にこの凍ってる天然ガスがあるわけです。 でもう一回霞のことを考えてもらうと霞漁港から実際青山茶原博士とあと研究員を乗せて研究調査公開に何度も出ました僕自身が乗って僕自身も乗ってでも行くって言ったってですねこの海に出たら徹夜にはなるんですけどお酒飲みたいなと思って振り返ると例えば霞なら霞の街の明かりが見えるんですよ。どんだけ近いところに天然ガスがあるか ね、でも今日本どうしてるかというと例えば中東のカタールから買ってるんですよ。サウジアラビアのちょっと右にくっついてる、ね、アラビア半島にくっついてるカタールから買ってるんですがカタールに行くとですね僕はカタールで何をカタールって言うんですよ。これほんまに言ってるんやで、ね、急に日本語で。ね。今何言ったんだって聞かれるんですが。 このカタールと我が日本と距離どれぐらいあるかというと8千0 0数百キロあるんですよ。8千0 0数百キロあってしかもその間気体のガスを日本に持ってこなきゃいけないからこれを液化してるわけです。だから液化天然ガスね。LNG っていうんですか日本人の発明です。で液体にするのでお金かかる。で液体にして特別な船です。ちょっと僕の手元見てもらうとこういう甲板の上に。 こういう半球系がいっぱい乗っかってる、なんとなくアイスクリームっぽいでしょ、ね、神戸生まれで,ですから、アイスクリーム大好きなんで、そういう高い船を作って、そして8000数百キロ燃料代もかかって日本に持ってきたら、また機体に戻さないといけない、そうすると皆さんは僕も含めて、ちっちゃい頃から日本は資源のない国ですと。ね 今でも勉強してない国会議員は、国会質問の最初に、日本は資源のない国でありますからっておっしゃるんですよ。あここに、純真学院の先輩の山本先生がいらっしゃった、はい山本謙樹です、はい。はい、ありがとうございます。あの今、国会議員って言いましたからね、県会議員とは言ってないですよ。はい、話を戻していくとですね、なぜそうなのかと。 なぜ目の前の海の自前資源を使わずに遠くから買うか皆さんねちょっと僕の手を見てもらうと腕をもう一回見てもらうと値段がこれぐらい高くなるわけですよ今コストがかかるって言いましたでしょそれからまあ安心して値段高くしてるわけですよだってみんな資源がないと思ってるもんだから買ってもらえるだけで幸せと思えってことを今もこのまだきゅあちっちゃいあーちゃんも つまり今、小学校行ってる子どもたちも、そして私たち大人も、連日 NHK を含め、公共放送と言ってる NHK を含め、とにかく資源がないんだと、今、時代は水素に変わろうとしてるんですが、メタンハイドレートから水素を作れるんですよ。これが一番肝心なところなんですが、なんすとオーストラリアが売れなくて困ってた石炭、石炭もう使えないでしょオーストラリア困ってるからといって、この石炭から水素を作って、 わざわざオーストラリアから日本に運ぶってことも初始めてて、これを一緒にやってるのが岸田総理ですよ。私は自由民主党の現職議員ですけど、自由民主党だろうが何だろうが、いけないことはいけないんですよ。だから、岸田総理にも、この間直接お電話をしまして、総理もうちょっと勉強してくださいって言ったんですよ。総理シーん僕当選一回です。 当選1回に総理が勉強してくださいって言われるのはあまりないと思うけど、そんな関係ないわけですよ、主権者から見たら同じじゃないですか、当選回数だろうが何だろうが、話を元に戻すと、ですねもう一回上上がって手を見せると、値段がこれだけ高いと、電気代に反映してるんで、電気代また上がってますよね、原子力発電所使わないから余計に電気代上がってるわけです、これもいろんな意見あると思いますが、共産党の議員にも僕は言ってるんですけど、国会で。 原発止めたために毎年4兆円、5兆円ぐらいのたくさんのお金をまた中東の王様に払ってるわけですよ。火力発電いっぱいあるから。ね。もう一回手を見てもらうと、値段がこれだけ高いっていうのは、皆さんにとってはガス代も電気代も高いので困るってことですが、これ、実は値段がこれだけ高いと、ここに関わってる人々にとっては、マージンがこれだけあるわけですよ。利益が。そうでしょ。しかし、霞町の目の前。 あるいは新潟で僕たちは長いことやってきましたけど新潟の海でいうと新潟港直江津港から船を出して佐渡の南なんですよ、ね、今銀山で話題の佐渡佐渡の南ですこれもですね船を出して真夜中に僕は兄貴も知ってる大酒飲みなんでやっぱ飲みたいなと腰の乾杯も新潟で飲むとうまいんですよ、ね、姫路で飲むより東京で飲むより多分うまい振り返るでしょう すると夜中ですけど、街の明かり見えるんですよ。そんな夜中に電気ついてるところは飲み屋街に決まっていいじゃないですか。赤ちょうちんまでは見えないですよ。ね、で、少し北に行くと、今度、佐渡の明かりが見えるんですよ。何言ってるか分かりますよね。霞町の目の前の日本海、あるいは新潟の佐渡の南の日本海、みんなすぐ近くです。しかもね、まだ県知事選挙の話続いてるんですよ。だんだん戻ってきますから。ね ちょっとこれも僕の手を見てもらうとですね、今日白板がたまたまないんで、こう、海底があるでしょ、海底が。ね。最低とちゃうで。海底ね、海の底。そうすると、海面がありますよね。海底と海面。この間、水があるでしょ。青山千原博士の大きな特徴は、世界中の特許を持ってます。アメリカ、EU、そして中国、ロシア、韓国。 全部特許を取ってる。で、僕はさっき言いました通り、亭主関白ですから、特許使用料1円ももらうなと、ね。日本のために特許を取った。日本の海の資源なのに、日本は戦争に負けたということで、頭下げとるっていうのを、僕ら77年間言われてきましたから、中国、韓国が乗り出してきて、それはうちのもんだと。竹島もうちのもの。北方領土、ロシアのもの。ね、尖閣諸島、チャイナのものって、そうやって言われるから、 特許を取って抑えただけですじゃあ何の特許なのかもう一回言いますと海底からですね日本海が中心なんですがだから霞とか新潟行くのはそういう理由なんですが凍ってる天然ガスでしょ当然軽いですよねこの粒々がですねコンビニのシャーベットって言いました粒々がこのような柱になって立ち上がってるんですよ、ね、これ今名前ついてましてメタン ハイドレートなんですけど特にこういうのをメタンプルームって呼んでるんですよプルームっていうのは煙突って意味もあるけどまあこうやってこの突っ立ってるもののことを大体プルームって言うんですがこれが皆さん今日姫路ですけど東京のスカイツリーご存知だと思います、ね、スカイツリー650メートルぐらいですねもうちょっと低いけどこのメタンプルームの平均の高さがちょうどスカイツリーぐらいなんですよどんだけ高いかわかります ということは、兵庫県の城崎温泉とか、寂れた霞町とか、その目の前の海の底から、スカイツリーが、ね、ものすごい数立ち上がってるわけです。それを青山ん博士が、その正体を見抜いて特許を取った。ね。これ、メタンの塊が、軽いから上に上がっていってるんですが、海面近くなると消えるんですよ。 これ皆さん分かると思うんですが水圧がすごいかかってるから固まってるんですよね下の方でそれから太陽の光と熱が届かないから冷たいので凍ってたのが海面近くなると当然水圧がなくなっていって圧力が小さくなって太陽の熱が届くから溶けて溶けたらどうなるでしょうか溶けたらどうなるか。 はい、今日聞くだけと思って安心してたでしょこれ溶けて海面まで届いた後はどうなるんでしょうか期待になります期待期待になりますはいとりあえず拍手ですねこれは素晴らしいですね素晴らしいですねはい今実はあそんな知らんわって言われたら虎狩りにしようと思ってたんです虎狩りにする必要はなかったのは 今、まあ、期待になりますとおっしゃったんですけど、もうちょっと分かりやすく言うと、これ、海面からメタンの成分が大気に入っていってるんです。メタンっていうのは CO、CO2、二酸化炭素の地球温暖化効果の25倍です。僕の親友の川田君は、地球温暖化なんかしてへんという人なんで、それはそれとして、一般的に国際学会で言われてるのは、メタンは、 まあほっとけば恐ろしいものでのの温暖化効果の25倍ですでこれ城崎の,の向こう霞の向こう佐渡の南あるいは富山湾あるいは秋田沖そういうところで僕らは確認してますから実は日本海全体が地球温暖化に川田君は反対でしょうが川田って急に言われても分からへん日本一番,一番の歯医者さんですよ今。なんせ青山チャラ博士は新幹線で通ってんねから。 川田し課に、話がそれたので、やっぱり友達にサービスしないと、<laughs> ね、話を続けるとですね、日本海全体が地球温暖化につながってるんじゃないかって疑いが出て、国際学会でも問題になってるわけですけど、僕らこれをどうしてるかというと、柱が立ち上がってくるでしょ、毎日毎日、今日も間違いなく立ち上がってます、ね、そこに人工膜を置くだけなんです、海中に。 でこれ実は東京ドームってご存知でしょ、ね、今年、まあ、野球の話は聞きたくないっていう人が多いでしょうが、関西では。大丈夫、後で30連勝するんですよ、ね、タイガースが。矢野監督かどうか知りませんが、話戻すと、東京ドームのあの幕を作ってるのは大阪の会社なんですよ、太陽工業っていう。で、この社長が国士なので、我々と連携して、すでに実験を自費で行って、自費ってのは僕の借金が中心ですけど、 行って幕を置いとけばですね潮流と戦ったりいろいろありますけど大事なことは海底掘り返さないんですよだから海底の環境を変えないですあるいは漁業の方々の邪魔をしないですそれどころかメタンプルームもう頭入りましたメタンプルームの根元にカニがいっぱい来るんですよ、ね、皆さんそこですかさず「ああそうカニ」って言ってくれないとね 一人でダジャレ言ってるだけやないかと。なんでカニが来るかっていうと、カニがメタンプルームを食べるわけじゃなくて、メタンプルームの根元に微生物が湧いて、それをカニが好んで食べるんです。だから実は日本中の漁師の方々が、なんか魚群探知機にモワモワ移って、その根元行くとカニがいっぱいいるっていうのを実はご存知で、つまりこれいて掘り返されたらですね、 いくら自慢資源といっても、漁業保証が大変なことになって、全部のコストを合わせたら、結局、カタールから買った方が安いやないかと、そういうふうにネットで流してる、企んで流してる人もいるわけですよ。ところが僕ら実際どうしてるかというと、例えば新潟のカニカゴ漁、カゴにたくさんカニが入るんですけど、そこ行きまして、そして一緒に漁船に乗ってるんですよ。僕ら研究調査船になれたけれども、漁船は大変ですら。 トイレもない、船もない、もちろん。だから、甲板もすごく狭いですからあの、やっぱどうしても徹夜になるんで、研究、調査公開っていうのは。だから、漁師さんと協力してやってると、海にお世話になるんです、思わず居眠りしてですね。でも、まあ、すっごく仲いいわけです、我々は。漁師と、漁師の皆さんと。僕は漁家って言ってますけど、農家、漁家。ね。何を言ってるか分かります海,海底の環境を乱さない。 漁業ともむしろ両立できる。ここ、これ、ワンワンですよね。漁師さんにメタンプルムのレっを教えてあげたら、そこにカニがいっぱいあるわけですから。そうでしょ漁業とむしろ連携できる。現に連携、実験的ですけど、やってるわけですから。そして目の前の海ですから、すごくコストが安くなります。輸送コストほとんどかからないから。そうでしょしかも、これ、僕自身がアメリカの国際学会で英語で発表したときに、まあ今日みたいにいらっしゃる。 ののが世界の学者ですよね、えー、これあのメモ取ってる人がいるから正確に言うと AGU って言うんですよ。AGF は味の素。ね、AGU っていうのは一緒に英語ですけど American Geophysical Union って言いまして直訳したらアメリカ地球物理学連合世界最大権威の地球物理学,あの,学の学会ですけどここ2万8,000人ぐらいの学者が来るんですが。 2万8000人全部が入れるわけじゃないけど、口頭発表したときに、たくさん各社が詰めかけました。この今のメタンプルーの皆様にしたのと大して変わらない、もうちょっと専門的ですけど、話をしたら、どよめきが起きたんですよ。なんでか分かります要は化石燃料ですよね。化石燃料なのに、取った方が温暖化を抑えると、ほっといた方が日本海から今日も、 温暖効果の非常に高いメタンガスがどんどん出っ放しになっている。膜を置いて捕まえるだけで、それを例えば火力発電所で燃やしても、実はずっと温暖化への懸念は少なくなる。拍手とどよめきだったんですよ。ね。その後そういう発表が終わった後に、必ず懇親会になります。そのの時にアメリカやあるいは中国、ね、今話題の ロシアはあんまりいないけれどもイギリスとかドイツとかフランスからの学者からいっぱい聞かれたのは何であそこまでもう実験が進んでてどれぐらいいわば奇跡のように良いものと分かっていながらやらないんだと実は残念ながら僕らの発表をきっかけにアメリカ中国はすごい勢いでこれに乗り出してるわけです。ね、国家の予算も使ってじゃあ日本はなぜやらないのか。 この辺から話が元に戻っていくんですが、もう一回僕の手元を見てもらうと、こんなに高い値段のものが、目の前の海で取ると、値段こんなですよね。そうすると利益どうなるんですかもうちょっとしかあれへんやん。そうでしょうこのちょっとしかあれへん利益だと、例えば電力会社が今の規模なわけがないですよ。そうでしょうだから、いろんな経済の仕組みが変わりますよね。 変わるのが困るっていうのが、自由民主党の腐った部分なんですよ。それと経済産業省が癒着してるから変わらないんですよ。ね、言うとあかんのはい。純真学院時代の県明女学院の知り合い学校ここにいらっしゃいましたが、視野から余計リラックスするんですけど、ごめんね。はい。えー、どこまで行ったっけね。 今のショックでちょっと話が飛びましたが、だから、利益が小さいものはやれないっていうのは、今までの日本でいろという話でしょ自由民主党の中から変えて、これをみんなのために前に進めなきゃいけないんですよ、当たり前のことじゃないですか。ね、まあ、今結構ね、ゆっくり喋って時間いただいたけれども、それでも始まってから、まだ2分しか経ってへんで。 ね、37分しかたってないんですよ。これで日本をどう変えるかっていうのが話が分かるわけだし、ウクライナで驚いたのは、独裁主義はこんなに怖いのかと、ねよく見たら、ロシアの西の隣はウクライナやフィンランドだけど、東の隣は日本じゃないですか、そうでしょ、しかももう一回よく見たら、日本の隣人は、ロシア、中国、北朝鮮、みんな独裁主義で。 みんな核兵器を使う準備、すでに整えてて、それで憲法9条を見たら、一時も日本国民どう守るか書いてない。今までの日本でいたらいけないのは、エネルギーも安全保障も外交も、みんな丸分かりじゃないですか。アメリカが助けてくれる、今失脚しそうなプーチン大統領が、まもなく失脚だと思われますが。 まもなくててかかかって年内でしょうかこれは今日の最新情報といえば最新情報ですけどこのプーチン大統領が一言「核使うかもしれへんで」「なんで関西弁なんやろ」ねプーチン大統領が「核使うかもしれへんで」と言っただけでアメリカは「あそうですかじゃあもう関わりませんから」とそうでしょ現実問題これは今アメリカに行けないの電話で「 ホワイトハウスの僕の知り合いにも言ってるわけですよ、関わろうとしてないじゃないかと、それはアメリカはアメリカの国益のために努力してるんで、日本が自ら努力したら、アメリカも協力できるってことは当たり前じゃないですか、そうでしょう。だからもう一回話を戻すと、国政で変えなきゃいけないことが、例えば外交だったら、自分の足で、自分の足でちゃんと立っている。 アメリカ任せじゃない、それも官任せじゃない、日本の主人公の国民が自分で考えて、今日の僕の話も選挙近いから私の話を信じてくれじゃないんですよ、最初言った通り、あくまでヒントを与えしてるだけ、僕も岸田総理も安倍元総理も林芳正外務大臣もみんな代理人すぎないから、皆さんが自分で考えるヒントを今、お送りしてるだけですよ。そうすると 外交を変え、これからもうちょっと安全保障の話しますが、安全保障を変え、そして危機管理のあり方を変え、いつまでマスクしてるんでしょうか、そういうことも含めて、今までのやり方で良かったのかもうとりあえず直さなきゃいけない、資源エネルギーはまあ一番分かりやすい話で、なんでわざわざカタールから買ってこなきゃいけないのか、それも水素の時代になって、 僕は国会質問で政府を追及したら、萩生田経産大臣が、今の大臣が、そうです、メタンハイドレートから水素を作れるので、これが一番大事です、ちゃんと答弁なさったけど、NHK も、神戸新聞も、つまり共同通信も、僕の古巣の、一言も報じないんですよ。今までの仕組みを守りたい人たちにとっては、そういう話は都合が悪いです。って 今回の兵庫県地位選挙、やって戻ってきましたよ、話が。兵庫県地位選挙で、ふるさと兵庫県のために、青山さん、そろそろやるべきじゃないかって、いうある方から言われて、その時に胸の中で、まあ、1分ぐらい考えたのは、今言ったことを、もう本当に1分の間に、うわーっと考えました。ね神戸に生まれて、河西で育ててもらって、姫路の純真学院にお世話になって、 確かに、年から見ても、ふるさとに貢献するのは人の道かなと思ったんですけど、正直、いずれも外交も安全保障も、国家の危機管理も資源エネルギーも、日本海側が関わっているけど、でも国策を決めないと、自治体で頑張っても、これはどうにもならないです。したがって、県知事選挙はお断りをして、そして僕は、参議院一期六年で辞めるつもりだったんです。 と言いますのは、この6年間、政治献金1円も受け取ってません。それから、皆さんよくご覧になる、パーティーってのも一切やらないです。パーティー券絶対売らない。だから僕の秘書さんは、はっきり言って顔色が明るいですよ。僕は政治記者は長いことやりましたけど、秘書さんが1枚2万円ですよ。だから政治家のパーティーの取材に行くとですね、何回長い挨拶が終わって、 さあご飯ってなった時にみんなが寿司寿司コーナーに殺到するんですよ2万円の元取ろうと思ってね無理がないと思うけどこれ売ってるの秘書さんですよで2万円を例えば10枚買ってもらうならなんかやっぱ頼み事されるでしょうだからパーティーも一切開かないですうちの秘書さんはパーティー券を売る必要がないんですよそれからさらに講演会作らないです だから秘書さんは、講演会の人が押しかけてきて、頭下げなきゃいけないもない。講演会長もいないので、頭下げることない。さらに、農協、郵便局、なんちゃらかんちゃら、宗教団体も含めて、団体指示をしましょうか、したいんですけど、っていうのは結構ありましたけど、全部お断りです。団体指示は受けない。僕が目を見て話すのは、 皆さんだけです、皆さんがどっかの団体属してたも問題はないんですよ。団体からの支援は受けないです。ね、だそういうやり方で一期六年やって、これでもできるよと、むしろそうだと自由にやれるよと、しかもこれが孤立を招くんだったら、実際は国会議員なって意味ないですよ。評論家ならいいけども、国会議員として仕事するには、民主主義に基づいて数がないといけないですから。 そしてこれもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが最初3人で新しい議員集団っていうのを作ったんですよ集団って言ったって3人でした当時ねでその時から名前はついててまあ一番最初は本当は焼き鳥会議って言ったんですけどあの僕の方から何か持ちかけたんじゃなくてたまたま本会議場ってあるでしょで本会議場って席決まってるわけですけどその 席替えが結構あるんですよ50音順で入れ替えるんですけど横になった人から必ずいろんなこと聞かれるわけですそれは民間専門家で長いことやってきましたってみんな知ってるからそうしたらその中から青山茂春さんをまあ本当は青山茂春先生先生っていうのやめましょうね茂春ちゃんを余計気持ち悪いな、ね、青山茂春を囲む焼き鳥会議っていうのをある人が作ったんですよ それで本当に焼き鳥、会費3000円でやってて、もう煙もんもんで相手の顔が見えないっていうのをやっててですね、それが母体になって、日本の尊厳と国益を守る会、楽勝を守る会っていうのが発足しまして、一度も勧誘活動したことない、それなのに今、自由民主党の衆参両院議員74人、は。い この74人というのは、岸田総理の岸田派より30人近く多い、はい、それを総理に申し上げたところ、1分間沈黙なさいました、党内で一番数多いのは安倍派ですけど、九十何人、安倍さんに、ずいぶんお金もかかってるでしょうね、守る会は0円ですと。 それから地位のポストの割り当てもしませんと、何にも利益がない、ただただ、例えば韓国に慰安婦って言われて、中国に南京大虐殺って言われて、私たちのたった77年前の先輩方、あの先輩方があって、仮に戦争に負けた、負けたことは事実であっても、あの方々を守ってくれたから僕たちがその子を生まれたんですよ、ね。それがずっと慰安婦に熱中してたとか、 20万人しかいなかった南京で25万人を虐殺したとか、いない人をどうやって虐殺するんですか、ずっと日本は戦争に負けて資源がない国だから、頭下げてなきゃいけないということで、実は私たちの先輩方の尊厳が壊されている、これは僕らにも実は降りかかってきている、つまり子どもたちが歴史を教わるときに、日本だけが悪いことをしたんですと、ね、若い人いらっしゃいますが、若いあなたも、私も、 若くない私も同じことを教わってきたわけです。これを今までの安倍派とか岸田派がどうにかできたんですか。できてないですよね。だから住民と仲が変える、そして国益、例えば自前資源を持つと、ただ値段が安くなって電気代が下がる、ガス代が下がるだけじゃなくて、自前の資源を持っている国がどんなに強いか、逆に自前の資源を持ってなかったら、例えばドイツは福島原子力災害にびっくりして、 原発を今年年末まででにやめるつもりでした再生可能エネルギーに集中したところ実は再生可能エネルギーはものすごく使い手が悪いのが分かってまあ半ばこっそりというべきだと思います本当はよーく統計見たら分かりますけどロシアの天然ガスに依存してきたわけですよだからロシアがウクライナで赤ちゃんや妊娠なさってる女性の虐殺始めた時にドイツはどうしていいか分からなくて。 ウロウロして大変ななことになったんです日本からあんまり見えてないけど自前で資源を持ってないとドイツみたいな先進国でもこんな状態になると、ね、それをひっくり返すにはまず日本の国益っていう考え方をはっきり出さないといけないんですそれぞれの主権国家はアメリカもイギリスもロシアもウクライナも自分の国益からまず勝負するのに。 日本だけ国益って言った瞬間に祖国って言った瞬間に右翼扱いされるということを変えなきゃいけないから日本の尊厳と国益を守る会これ私が命名しましたけどまあその代表になりましてだからもちろんだから岸田派の人もいれば意外でしょうが二階派とかね皆さんがあんまり好かれてないかもしれないけどそんな関係ないんですよ違う考え方が集まって当たり前です 国会議員がみんな同じ考えだったら、こんな怖い世の中がロシア、北朝鮮、中国じゃないですか。そうでしょそして74人の議員がいるって話じゃないんですよ。その後ろの主権者ごといらっしゃるんです。どんだけ責任重いかです。だから、意見が違うまま、意見の位置点を探すということを、新しい国会議員のあり方としてやるのが、守る会ですから、安倍総理にも、安倍元総理にも改めて申し上げたのは、 これが住民主党を中から変える原動力になりますと、ね、だから、<laughs> ありがとうございます。やっぱり姫路はええとこやな、やっぱり小さ選に出たらよかったかな、ね、ちょっとそこは笑ってくれないと、<laughs> そこがシリアスになると、ねはい、申し訳ないけど、野党や、あるいは住民主党を批判なさるのは正しいけど、新しい政党で物事は動いたことは一度もないです。 住民人を中から変えていくそれもみんなの意見をそのまま後ろの主権者のことを考えて選挙で選ばれてる人ですから中国は4000年か6000年か知らないけど、ね、日本では4000年って言ってるけど中国実際って議論すると突然2000年も増えて我々は6000年の国だと、ね、だから僕はいや日本のテレビでラーメンの宣伝の時に4000年って言ってますって言ったら。 それは6000年だと、どこから始まったんですかって言ったら、伝説の国から始まってるわけですよね。話を元に戻すと、これ、話はそれてるんじゃなくて、4000年にしろ、6000年にしろ、一度も選挙やってないんですよ。一度も。常に独裁者だけです。日本は誰かいましたか独裁者になろうとした人はいました。例えば、織田信長さん、すると焼き討ちだ。あるいはその前の平野正門さん、そうすると、首の呪いになっただけ。 日本は独裁主義だったことはないし、独裁者がいたことないんですよ。後醍醐天皇のように、個性の強い方がいらっしゃっても、独裁者じゃない。だから実は、アメリカに負けて民主主義を教わったんじゃない。私たちはもともとオリジナルな民主主義を持ってて。ということは、くどいですけど、もうこれだけでも覚えて帰ってほしいんですけど、日本の主人公は私なんやってと、ね、岸田総理大臣と違う。 私らしいよとあるいは今日の一番若いアーチ君ほんまに主人公です。年齢も性別も学歴も年収も何にも関係あれへん。そうでしょうここのところ一番大事なことなんでまあこのまだ5分しかたってへんけどよ一応皆さんの質問を受けたいんでなるべく僕の話をギュッとこう。 コンパクトにしてるからついてこられへんかったら手を挙げてちょっと待ってって言ってくださいね。でも今言ったことね日本の民主主義は戦争に負けてアメリカから教わったんじゃないっていうことを考えていただくために突然古代に話がいきますがこの関西の人間、まあ、全国の人仁徳天皇のお墓知らない人いないでしょ僕も純真学院で あそこに同級生ねいますけど純真学院で歴史を教わった時に一番墓の大きい人と教わったわけですよ。ね、それで、えー、大人になった僕は世界中歩きましたが本当に一番大きいのか確認するために当然エジプトのピラミッドに行きました。ね、そうすると建物としてはだいたい仁徳天皇の墓は真ったらですから真ったらっていうか低いからエジプトとはいやいやピラミッドと比べ物にならないけど敷地でいうと確かに仁徳天皇陵が 世界一番と言っていいいいと思いますいろんな説ありますよ。でも、お墓が大事なんですか。なんでお墓が大きくなったのかってことが一番大事じゃないですか。これ、諸外国だと、ひどい独裁者で、生きてる間に自分の墓だけ一番でかく作らせて、自分だけ死んだ後も幸せでいたいと、これやるんですよね。だから、ピラミッドがそうでしょ。あるいはもっと最近だと、中国の、 明の十三観光地、ね、やがて感染症終わったら中国のこの明の十三両にも行ってみてくださいものすごいでかいお墓ですよでもそれも実は自分のことだけ考えてるんですよね帝皇帝王様がじゃあ仁徳天皇は本当はどうだったか本当はこれは純真学院でも教わらなかったです、えー、僕は火災軍の普通の公立小学校に行きましたね 神戸から戻ってきたときにいや神戸から火災区に行ったときにちっちゃかった僕は今でも覚えてるんですけど本が好きだったんでまだちっちゃい子供ですけど「本屋さんどこにあんの?」って聞いたら「あ本屋隣やで」って言われて喜んで隣に行ったら長い廊下だけあって本は全然なくて廊下の奥におばあ様が一人座っておられてびっくりしたんですがこれ本屋でも意味が違うに、ん「本家」って意味やね まあ姫路とか戻ってくるとそのショックをいまだに思い出すんですがちょっとこれはさすがに話がそれてたんですけどね何の話してたっけ京ちゃん何の話してたその前そう仁徳天皇ねつまり小学校でも教わらなかったでも大事な話は 聞いたことあるっていう人が大変だと思います。でご存知の方多いと思いますが、仁徳天皇のお墓の話じゃなくて、民のかまど。ね、どういう意味かというと、仁徳天皇が今で言うと奈良県あたりの小高い丘にお登りになって、これは僕は適当に言ってんじゃなくて、日本書紀っていう歴史書に書いてありますが、小高い、ちょうど今日みたいなこういう感じでお登りになって、この庶民の家を、つまり私たちの、 先祖の家をご覧になったとそうすると晩ご飯時なのに煙が上がってないと古代ですから当然ご飯作る時には枯れ木を燃やしたりねかまどの下でかまどって今のちキッチンですよねあるいは糞を乾かして燃やしたりしてましただから煙上がらないってことは税金が重すぎると仁徳天皇がお考えになってなんと税金とんのをすぐおやめになってしまった。 日本書紀に記録されてますが、何年もお続けになった、その間にまずお召し物がぼろぼろになった、それから宮殿の屋根に穴が開いて、雨漏りはするようになった、それも激しく、そして平和崩れた、最後には天皇陛下の食べ物がなくなってしまった、なくなりそうになった、皇后陛下がたまりかねて、陛下、もう何年も税金を取っていませんから、もうお戻しくださいと。 皇皇后陛下がおっっっしゃたたら忍徳天皇は何と答えになったかいや違うと「民が止めるが賃が止めるなり」これまあ僕の言い方で今簡単に言いましたが要は民が幸せになることだけが賃賃というのは陛下の一人称です私民が幸せになる民がちゃんとご飯が行き渡る幸福になることだけが私の幸せであるとおっしゃったんです。 でこの後が「日本書紀」で一番感動的な部分でこれは皆さんにお勧めしますが今本買わなくてもですねちょっと本屋さんに申し訳ないけどそれこそネットで見られますよね日本書紀めちゃめちゃ長いのでこの部分だけでいいですよそこの数行日本人の書いた漢文ですから睨んでたらだんだん分かる本当に分かります文法なんか知らなくていいです、ね、何が書いてあるか任徳天皇はその後ついに税金をお戻しになったと。 民のかまどが、煙が上がるようになって、税金を戻しになったと。そうすると何が起きたかと。誰にも命令されてないし、しされてないのに、民が自分で集まって、土を練り、ね、そしてまず塀の修繕から始めたと。任徳天皇に言われたんじゃない、お役人に言われたんじゃない、さっき僕は外交安全保障も何もかも国政を民からやりましょうって言ったでしょ。その原点がすでにここに書いてあるんですよ。 この話をですね、僕は仕事からアメリカ軍の将軍や、あるいは下は軍曹とか、まあ、軍曹よりもうちょっと下の人とも結構話します。そうするとですね、具体的に言うと、例えばアメリカの西海岸にサンディエゴって街があるんですよ。皆さん、この感染者終わったら行ってみてください。明るい、すごいいいところですけど、アメリカ海軍最大級の軍港です。ね、そこに僕は行った当時、アメリカって名前の船がいたんですよ。 海上自衛隊が日本っていう船持ってるみたいなもんでだからまあヤマトと言ってもいいですけどこれは空母じゃなくて戦艦じゃなくて強襲揚陸艦っていって一番人が死ぬ船ですアメリカ海兵隊の諸君は敵地に乗り込んで先に死ぬっていうのが仕事ですからこれを米軍が言うからそれ敵地ってあんた言い張るけどそれよその国やんかと <laughs> ねでも実際海兵隊は日本語で直訳すると侵略軍って軍の部隊を持ってます 日本語では遠征軍っていう名前にしてありますけど、本当は英語の意味は侵略軍です。その代わり人が大量に死にます。その船、アメリカに乗って、たくさん議論してるときに、だんだん時間が経って、僕は今言った仁徳天皇の話を、このアメリカ海兵隊の将軍に、黒人でしたけど、その方に話してるときに、彼が泣いたんですよ。これはは僕初体験じゃなくて あのホワイトウスの周りも飲み屋だらけなんですよ日本の総理官邸の周りは飲み屋ありませんけどホワイトハウスの周りは飲み屋だらけで飲み屋って言っちゃいけないか、まあレストランでも昼間例えばホワイトハウスの中に行って国家安全保障会議と実際議論をして出てきて約束しといて夕方から大体酒飲みますこれもねちょっとこれ余談だけど皆さん感染症あったら海外旅行行きたいでしょ あすごいうなずいてらっしゃいますが、ねえー、ちょっと遠いけどワシントン DC これめっちゃ楽しいですよあの博物館とかも充実してるからちなみに原爆を落としたうんぬんかんぬんもありますけど、ね、その記念物もでもこのホワイトハウス誰でも外からですけど見れますからそのホワイトハウスから歩いて12分のつまり目の前のここで言ったらこの日光ホテルの前が駅でしょ あああれぐらいのの距離の感じにホホワイトハウスががるるテルがあるんですよでこのホテルの名前がヘイ・アダムスっていうねケッタの名前でしょ日本で言ったら「おい太郎」みたいなねケッタの名前やけどすごく伝統があるホテルなんですけどそのホテル泊まんのもいいけど、まあ、僕の常宿でそれはそれとして地下にバーがあるんですよ、ね、でそのバーの名前がオフ・ザ・レコードっていうんですよ実際米語でアフ・ザ・レコードってねオフレコ 結体の名前やなと思って最初随分前ですけど最初泊まった時そのバー行ったらですねそのもう盛り上がってるんですけどバーの中が昼間ね激しい議論したホワイトハウスの高官がそこで飲んでてバーで立ったまま飲んでてで日本語に訳して言うと「だから俺はよイランを爆撃しろって言ったんだよこの野郎」みたいなこと言ってるわけですよでうわーっとそういう話をしてるわけねだから バーの名前は途中から変わったそうで、オフレコって名前に変わったんですよ、これ実はです、ほんまかどうかを、これ、ぜひ泊まって、バーに行ってほしいんですが、ただ、英語わかんないと何言ってるか分かりませんが、ちょっと皆さん、ついでに言うとですね、やっぱり日本は変わらなきゃいけないのは、この話をですね、中米日本大使館あるでしょ、ね、外務官僚の中で、まあ、ほとんど東大ですけど、この外務官僚のエリートが行く大使館なんですよ、中米大使館は。 でホワイトハウスの目のの前でホワイトハウスの要人とか国防総省の要人とかがそこでオフレコのバーでガンガンにぐでぐでに酔っ払ってですね飲んでるのはバーボンとかそんなばっかりですから小腸、ね、の水ありなんかな誰も飲んでへんから中央杯も飲んでへん強烈に強い酒飲んでるからやっぱり酔っ払って喋ってるわけですよだから当然外務省がここで情報収集してると思ったらえそんなバーあるんですかって言うんです。 もうねあえて言うとね、任徳天皇の話に戻りますけどね、この後税金払うのやめたらじゃないやって。ね、これは結構ショックな話なんですよね。あのバーに行けば、英語さえ分かればですよ、その英語教育も皆さんの税金で、外務官僚を例えば、東京大学法学部出て外務省入ったら、その後国費留学するんですよ、ハーバード大学とかオックスフォードに、みんなのお金やで、ついでに言うと、電気代もガス代もみんなのお金やで。 電力会社が払ってんのとちゃうよだからこういうのを考えても民の側から何とかしなきゃいけないし選挙活動ばっかりやってる議員に票入れたらあかんよそら、ね、このぐる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 同じところ20日ズミみたいに回ってることをやめなきゃいけないわけですで話を戻すとそのオフ・ザ・レコードってバーでギャーっとこう酔っ払ってるところで僕がまあこうか不幸かかなり不幸ですけど声がでかい。 ギャーなってるだけで中で「エンペラー・ニントーク」っていう話するとみんなギョッとして静まるわけですよ。しかも一人日本人で「何やこの怪しいおっさんは」普通それでたまっちゃうけど横にいるね2メートルぐらいあるやつが「俺こいつと友達だよ」って言うわけですよ。そうするとみんな聞くでしょでその場でニ徳ク天皇は民のお暮らしをご覧になって英語はほとんど敬語はないけどなるべく敬語を使って。 煙が上がってないのを見て、自ら税金取るのをおやめになったんだと。着てるものはボロボロ、宮殿穴が焼きってな反射すると、怖い海兵隊の軍、軍曹そこの場にいないけど、海兵隊の重鎮が泣くんですよ。余計なこと言いますけど、日米同盟大事ですよ。ね、アメリカがこうやってやっぱ気のいいやつでまっすぐ立ち向かえば、まっすぐ帰ってくる。話を元に戻すと、今の仁徳天皇の話は、民が主、ね、独裁者が主じゃなくて、 民が思うこれを民主主義と言うんでしょう僕らが今まで民主主義で教わったのは、それは英語のデモクラシーってやり方で、多数決。日本多数決で決めるのが本来のやり方ですか憲法。憲法話を明日の朝までにはしないといけないと思うんですが、憲法っていうけど、西洋の憲法と日本の憲法は同じですかこれは僕は150年前の、 幕末から明治維新のの時代は日本の青春だって言ってるんですよ、ね、僕,らのと僕にとっては青春は純真学院の時代ですけれどもしかし日本はこの2000年を超える長い歴史の国で国家の青春があったたった150年前の幕末の時代この時に龍馬さんや新作さんだけじゃなくて有名人だけじゃなくて総毛の志士総毛クッキー名もなく死んでいった志士がいらっしゃったから 日本だだけ植民地にならずに住んだアジアの中で西洋の植民地にならなかったのは日本とタイだけですけどタイはイギリスとフランスの間で揺れてただけで自力で守ったのは日本だけですよ、ね、でもその明治維新にも良くないところがあって例えば教育を横の輪切りにしたんですよそれまでの日本は盾だったんです 年齢が上の子と下の子が同じ寺子屋にいたあるいは武士だったら藩校にいただから上の子は下の子の面倒を見る下の子は面倒を見てもらえるから上の子に敬愛の心を持つ先生は今日先生いらっしゃるでしょうが先生は今大変な苦労なさってるんでよく分かってますが先生は横で見てていわば子供たちの自治に任せた、ね、これが生んだ軍人 それが日清戦争、日露戦争を戦ったから、日本海戦でも、当時も今もあんまり変わらない体質のロシアのバルチック艦隊を打ち破ったわけです。ところが、明治維新の間違いの一つは、それを自分でやめてしまって、西洋と同じ同じ年齢の横の輪切りにした、残念ながら、純真学院も、皆さんが出た学校も漏れなくそうですよね。じゃあ、下を思いやったり、上を敬愛したりっていうのは、当然激減しますよね。 そうでしょ先生は抑えにかかるしかないそこから出てきた人材が残念ながら昭和の負ける戦争をやってしまったというのがまあ1分間で考えられる日本の歴史なんですよもう一つのこれ僕のもちろん意見ですよ皆さん参考までに言ってるだけですが間違いは西洋のものを日本語に置き換えて持ち込んだことですその典型が憲法です、まあ、伊藤博文さんっていう大天才を中心にして 急いでヨーロッパを回られた、その功績は大したもんですよ、初代の首相になった伊藤博文さんをはじめ。でもですね、例えば、すみません、また英語ですけど、憲法のことを、って英語で言うと、カンスティティシュンって言います。カンスティティシュンって何なのかっていうと、皆さんまたこれも観光の参考にしてもらうと、ロンドンにロンドン通ったじゃないですか、ね、一番の観光地ですよ。そこ行くと 私そういうのないねんっていう方でも多分地頭と油汗みたいに出るなんと見えない重い雰囲気があってこれは現実にヘンリー八世っていうめちゃくちゃな王様が母ちゃんと結婚して気に入らないとすぐ首跳ねちゃうとマジですよこれねこれはまあ人によるかもしれないけど僕の母をさっきの大黒を息子たちと青山チャラカかと一緒にロンドン連れてった時に大体ロンドン寒い んなとこイやーイしか言ってくれへんかったけど特にこのロンドンとはめちゃくちゃ嫌がったですよもう私絶対近づかへん何このけったな雰囲気はってねそうやってこう話それてないんですよ王様がめちゃめちゃするからあんまりひどいんで貴族がまず制限かけたこれは憲法の始まりですよで王様をやっと抑え込んだら今度貴族がめちゃめちゃするから今度は庶民が怒って今のイギリスに近づいていく民主主義に近づいていく そのの時にに使ったのが、まあ、例えば歴史世界史を持たせてもらうととマグナカルタとか要すするに憲法の一種ですよねだから西洋の憲法っていうのは要するに王様がめちゃめちゃするんでそれを制限かけるとじゃあ日本の天皇陛下で例えば皇后陛下気に入らないからどんどん首はねてねっっていう人がいるんですかいましたか126代も続いててお一人でもいらっしゃいましたかいらっしゃいませんよ いらっっしゃったののは忍徳天皇のような方ですでこの話をすると、これ昔、民間人の時に公演でこれ行ったら、大学の先生からわざわざお手紙いただいてですね、青山さん信頼して公演に行ったら、仁徳天皇は実在しないのに、実在するかのような話をされたと、がっかりしましたと来たんで、僕はお返事差し上げたのは、まず僕は仁徳天皇は実在だと考えてます、僕なりの考え方で。 でももし実在じゃなかったらもっとすごいでしょうと。つまり一言で言うと、人のために生きる。自分のためじゃなくて、人のために生きる。ね。それもですよ、ここもできれば頭入れてほしいんですが、これが当時の私たちの家だとすると、当然同じはずないでしょ。あえて言うと、当時でも学歴が違ったり、 収入が当然違ったり身分が違ったりかなりしたはずですよね。忍徳天皇は一切それ区別されずにみんなの税金をお取りになるのをやめられたんですよね。これまさしく西洋の民主主義でも言う、ね、友愛あるいは平等、ね、そして税金取らないだけであって民の生活に干渉してない自由も含めて本物の民主主義はここにあるじゃないですか。 こののの天皇陛下の大振る舞いに何の制限かけるんですかそうでしょだから本当は日本語の憲法っていうのは私たちはこれ行った学校は違ってても必ず聖徳太子の1七か条憲法で教わったはずですよね。今日ひょっとしたら純真学部も含めて先生いらっしゃたかもしれないけどやっぱ物事の根本を教える教育に転換しませんか十七画像憲法っていうのを 僕はどう教わったか純真学院は皆さんご存知姫路だと知られている通り、キリスト教の学校ですから、日教生の先生いないですよ。なんか最近誕生したそうで、わざわざ僕に手紙が来ましたが、私、純真初の日教僧ですという手紙いただいたんですけど、なんで僕に送ってくるのかなと思,思いますが、僕やさっきの川田君や、今日も来てくれてるかもしれないけど、弁護士の菊井君とかね、井村君とか、みんなが教わったときに日教生の先生いませんよ。しかしか そこで教わった教育は、実は日教層の人と大して変わらなくて、日本は国家の理念を持っちゃいけないと、戦争で軍国主義でひどい目にあったんだと、そういうことを教わりましたよね。でも本当は仁徳天皇の時代から国の理念があったわけです。民が思うしかも区別をしない、そうでしょ。そしてさらにこれがもし架空の話だったら、大学の先生にお返事したのは、もっとすごいじゃないですかと。 実在の人がいてその人のなさったことを記録するだけならまあできるけど実在しなかったなら余計に頭で考えて日本の国としての理念は本当に目指すものはこれなんだってことを考えたならもっとすごい話でしょうねそれを考えればもう一回言いますが私たちはもうガラガラと音を立てて崩れるように。 僕らが残念ながら学校で教わってきた歴史はかなり本当と違うということをそれぞれの頭でしかも今ネットっていいものあるから日本書紀も本買わなくても見れるしただしいろんな情報混ざってしまってるけどだからなるべくもともとインターネットは軍用でしたが軍から外れて何から使い出したかというと図書館のネットワークで使い出したんです本当は。 大英博物館とかこういう図書館じゃないけどオックスフォードの図書館に行かなくてもネットで見られるだからなるべくそういう信頼性の高いところでネットを使っていただいてもう一度私たち自らの歴史を考え直しながら子どもたちにも伝えるそのことが例えば自前資源を使うことにもなるしあるいは竹島や北方領土を長い時間かかっても取り返すことにつながっていくあるいは税金取るのおやめになったと考えたら。 今の消費税、どう考えてもおかしいでしょう、ね。資本主義の6割、7割は個人消費なんですよ。それを1割にしてしまったら、例えば824円,円ってものが仮にあって、何でもいいんですよ。928円でもいいけど、これ8%って言ったら、まだ計算しにくいじゃないですか。でもこれ1割って言った瞬間に、ね、これ安倍総理が割りになった。92.8円って、日本人だからみんなわかるじゃないですか。物買わなくなりますよ。それがこの感染症だけじゃなくて、 私たちの経済が苦しんでる大きな大きな原因になってるわけですよ。個人消費を伸ばさなきゃいけないのに。そのことを考えると、実は全部がつながってて、仁徳天皇のような古代の味方の話であっても、例えばそのまま現代につながるのは、今日、例えばカタールに行けとか、ホワイトハウスの前に行けとか、お金のかかる話ばっかりしたけど、この姫路から、まあ、数百円で無理かもしれないけど、京都は行けますよね。もうマスクした,したまま 京京都都だったら京都も行けるじゃないですか、ね、できたら行ってください。できた,できたら僕の本当に願いですよ。そしたらもう時間ないから京都行きはったらねあの帰りは居酒屋に寄っていいけど日があるうちに御所行ってください。さっきお袋が「あほね陛下のお住まいはほんまは5やと」と言ったあの5所行っていただくとね僕も気がついた瞬間があったんですよ。僕はこの 姫路で中学高校行って大学東京の大学行って一人で慶応と和稲の両方行って一人で総慶さんやって親に怒られてね兄貴のいる前だけど本当は兄貴は知ってるんだけど本当は東大入試の時に二次試験遅刻してですね <laughs> お父さんお母さんから死んだから言えるんやこれは特有科目の英語が五分しかなかったんやねお兄ちゃんね本当は兄貴は知ってるわけですけどそれで えー、慶応中退して早稲田卒業しまして慶応が嫌なんじゃないんですよもうこの話はもう個人の話だから知りたい人はな、ね、い僕いっぱい喋ってますからあのネットで見てもらうと出てくると思いますが話を求めますと共同通信っていう報道機関にねこう入りましたでそこからこう社会を歩いていったんですが今僕が言ったようなこの現場をこう見る前にですね京都支局っていうのにいたんですよ で京都府警キャップってなってたんですキャップって意味わかんないかもしれないけどまあリーダーみたいなもんですけどただし4人しかいない、ね、京都府警担当事件担当4人まあ4人多い方なんですけどねそれで当時暴力団の次第多かったんですよ藍津小鉄会とか山口組とかちなみに京都で住んでたマンションがたまたま暴力団事務所の隣であの住んでる間に5人死んだんですよ 一回は午前4時にまに当時から寝る時間なかったんですけどトイレで本読んでたらパン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 と音がしてこれが打ち合いやったら冗談みたいなもんやなってさっきまで取材してたんですからでマンションの窓から下見たら暴力団が勝手に死体を2人分運び出すとこだったんです僕はパジャマで走って降りていってそこで大褒めしてたらこの。 支局の僕キャップでしょあの若い記者がね若いっていうの大したかんないんだけど来てたから清水君って言うんですけど「おい清水!」って言ったら逃げ出したんですよ、ね、で僕下駄でパジャマで下駄でパジャマで追っかけて行ったんですよ「おい清水!」ってでずーっと追っかけていってやっと追いついて「お前なんで逃げんだよ」って言ったら「おホ親御さんだ!」暴力団かと思いましたって言うから「暴力団がなんでお前の名前知ってるんや」と、ね、いう話をしたんですがこれはあの。 話がそれましたが何の話してたっけこういう取材をしながらそれてないんですよ実は京都府警キャップやっててもう暴力団が多くてこう捕まれたりですねこの当然どつかれたりするわけですよでこっちは腹立つからこう対抗しようと思うんですがやっぱり記者がいくら薬剤屋さんでも殺したら大変なことですからご真実を身につけようと思ってですね あの空手道場に通ったんですよ京都府警本部から、ね、ちょっと、まあ、実演やめようこの間実演しましたが、ね、いかに身を守るかっていうのをねそうしたらですねいつも御所の前通るんですよ月が出てる時も闇夜も御所の前通るでしょでその時は分からなかったそれが記者はいずれやがてやめて まあ事件記者から経済記者になって政治部行ってそしてペルー事件にぶつかってそれをきっかけに、まあ、正直言うとやめることができてあれなかったら生涯僕は一記者だったと思いますけどの世界出るようになってそしてはっと気ががいたた瞬間があったなんかこう心に引っかかってた御所の前を週に何度もそれももう人がいない夜に歩いててね これは知ってる人いるかもしれないけど何も守りがない天皇陛下の本来のお住まいでいらっしゃるのにお堀がないそして兵が低すぎて中が一部ですけど見えてしまうそして守ってる兵隊も誰もいないですよこれはこれも皆さんできれば例えばドイツに今後旅行に行っていただくとライン下りってありますよねこれはなかなかこう気持ちのいいもんですよ ライン下りであの大きなラインが船に乗って下っていくとですね両岸っていうか本当は対岸ですけど反対側新幹線走ったりしてますけど向かい側のところに山が次々現れるんですけどそこに歴代の皇帝のお城とか出てくるんですよこれ庶民絶対近づけないですよ、ね、もう守り固めててですねそれどこだってそうでしょなんで皇居だけ皇居じゃない御所だけないんですかつまり 日本以外の全ての王様は自分のことしか考えないから庶民に襲われるから守らざるを得ないんですよね。世界の常識ですよ。でも日本は古代から民が幸せになることだけが我が幸せであるというような天皇陛下からずっと府警時代で父方で続いてきたんですから襲われる心配がないので守りがないんですよ。だから僕の話が本当かどうかっていうのをですね本当に姫路から 新幹線使ったらちょっとお金高いから在来線使って京都行って五章見てもらうと今日でも若いあなたでもあなた若いんだから頑張って走っていけなんでね,ねでも5章見ただけであそうか違うんやなとそしてさっきのオフ・ザ・レコードのバーの話したっていうのは本当はあえて本当のこと言うと日本が世界の模範だっていうことですよ戦争に負けた資源のない国で 拉致被会社も取り返せない国じゃないんで、本当は。アメリカ人がなぜ泣くか、彼らが素直なせいもあるけど、彼らが戦争に勝ったんですよ、原爆も落としたんですよ、憲法のもとも作ったんですよ、でも本当は日本はこういう国だったのかということを分かると、まあ、彼らは感じやすい人たちだけど、涙まで流すというのは、ウクライナ戦争で独裁主義がどれほど怖いか、なぜ赤ちゃんを殺し、なぜ妊婦を殺すか。 メディア見てても理由わかんないでしょうが要するに怯えさせるためもともとウクライナはコサックってわかりますロシア革命の時に馬に乗ってボルシェビキっていうソ連共産党の元になったやつと戦ったのがコサックですだからもともとは今の中国のウイグルと同じですごく戦いに強いからまず怯えさせるために赤ちゃんを狙い妊娠された女性を狙いあるいはもう歩けないほど お年を召した高齢者を狙い戦わざる人々を殺害してウクライナの繊維を喪失させようとしたんですよこれはウクライナの話と思ったら大間違いで全く同じソ連軍ロシア軍がわずか77年前に国を信じて満州にいらっしゃった開拓団の日本人の赤ちゃん日本人の妊婦さん満州でお年を召された高齢者の方々 に対してロシア軍がやったことですよね当時のソ連軍が。そして働ける人はシベリアに連れて行った。これを僕らはシベリア抑留、抑留っていうわけのわかんない言葉で教わってきましたが、本当は拉致ですよね。しかも強制労働をさせたんですよね。そうすると、たった77年の間に繰り返されたことっていうのは、私たちはあの敗戦の時の本当の意味を、 教わっっててないって誰か、例えば日教層の先生のせいにするんじゃなくて、同じ日本人として意見は違っても、私たちが自分の頭で考えることを、どちらかというと、してこなかったんじゃないかと、ね。だから同じ観光旅行行っても、例えばロンドンと行っても、なぜこの嫌な雰囲気するのかと、ヘンリー8世がこういうことしたんだと、そこに、まあ、英語ですけど、いっぱい書いてありますよ、日本語の観光案内も置いてあります。ね、そしたたら例えば私たちの 2000年以上続いてきた天皇陛下にこういう人がいらっしゃったかって普通に考えてそうしたらあと情報いっぱい出てくるじゃないですかで国会議員の仕事っていうのはこういうことも僕は含まれていると考えてるんですよ従って僕は政治献金一円も怠らないパーティーやらないっていうのは例えばチャイナの知らない間に支配を受けたりしないそれは僕は中国共産党の工作機関の幹部だったら青山茂春をどうにかしようと思ったら それは当然ですね、川田歯科医院って名前で寄付をして、本当は中国がお金を供給してる。いざとなったら、青山は本当は中国共産とかお金もらってるんだと、ね。僕は、いや、川田君が年に1億円もくれてるのかなこんれ。大、ね、体僕はお断りです、同級生だっても。でも、例えばそうするでしょ。そういうことをされないために、事前に防ぐ。と同時に、講演会作らない。 後演会長、おかない選挙活動、6月22日に公示になったら、今年は、その後は選挙一心不乱やりますよ、17日間。それまではしません。なぜかというと、もう一回言いますが、国会議員は人のために死ぬのが仕事なんですよ。もちろん、いざとなればっていう話ですよ。それがずっと選挙ばっかりやってると、勉強する時間も当然少ないでしょうと。それも、あご足つきで海外に行ってて。 そんなんなで身につきますか守る会で僕はずっと力説してるのも国会議員の勉強の仕方を変えよう時間の使い方を変えよう24時間しかないんだから試験者をもっと信じようとウグウス選挙始まったらウグイス城で名前連呼して覚えさせるそういう人に投票する試験者じゃなくて選挙活動してないからよく知らなかったけど公示 衆議院選挙でも参議院選挙の公示になった後に、ちゃんとする政策説明を聞いて、この人ならと思う、そういう主権者に共になっていこうということを、僕は身をもって示すために、自分も、自分は講演会を作らない、講演会長を置かない、ということをやってるわけです。それを皆さんと共有したくて、今日は来たんですけど、最後に申すと、きょ女性と若い人が多いですね。ね。川田人気かな。 みんな川田君のところで入れ歯にしてもらったん <laughs> 誰が入れ歯や、ね、若い人も多いので一言言いますとね6年前にっていうかあの僕は記者時代にずっと選挙に出ろって撮影を受けて全部断りましたそれはあの兄貴にもあんま話してないけどそれはやっぱ家庭教育の影響があってまあおふくろと親父の教育の影響があって自分を織り込むことはしないと。 だいたい選挙でタスキかけて名前書いたり白い手袋してたりこの自分を売り込むこと国会議員の仕事が嫌だったんじゃなくてやんなきゃいけない選挙で選挙で苦労するのはいいんだけども自分を売り込むってのはできないのでお断りしてきたんですよでも時間がもったいないんで詳しい戦いきはやらないですけどまあ多少言っておくとですね6年前の西暦2016年1月4日に 当時の瀬耕弘茂官房副長官、関西ですから、瀬耕さんわかりますよね,ね。この間、総理目指すと宣言されて、衆議院に変わると、大胆に、立派だと思いますけど、おっしゃった瀬耕さん、当時、官房副長官、官房副長官って馴染みないと思いますが、総理官邸に総理大臣がいて、その下に女房役の官房長官がいて、これを補佐する官房副長官って3人いるんですよ。役人出身1人、衆議院、現職議員から1人、参議院の現職議員から1人。 瀬光弘重さんは安倍総理の下で、官房副長官を当時やってて、2016年の1月4日に僕のところおいでになって、青山さんがずっとわれわれの申し出を断ってきたのは知ってますと。しかしあなたは、このあとなんとか質問を受ける前に憲法の話を少ししたいんですけど、憲法改正を言ってますねと。憲法改正するには、国会議員の全体、つまり総議員の3分の2の賛成がないと、 国民投票にかけられないと。ね、で、当時、住民、党は、今もそうですけど、参議院で単独過半数持ってないと。ね、はっきり言うと、今日総創価学会の人もいらしてると思いますが、単独過半数持ってないから、余計憲法改正に慎重な公明党のことを聞かなきゃいけないと。青山さん、憲法改正っていうならば、自分が出て、その全国議連に出て、そしてアンカーの影響でって言われました。ね 9年半やりましたけど、安価の影響で相当票が出るだろうから、下の人が救われると、票が少なかった人が。それでおそらく単独過半数はぎりぎり取れると。だからあなたはもうやるべきだって言われて、僕はそれ聞いて、嫌ですって言ったんですよ。その場で即座に。嫌ですと。で、1月、2月、3月、4月、5月、6月ずっと断って、で、6年前の2016年の6月の半ばになって、 今,今回とたまたま同じ6月22日から選挙、公示日、でもう迫ってきましたから、なんぼなんでも間に合わないので、まあ、年齢考えても、これで、まあ、やっぱり僕は国会議員にならないで、はっきり言うと済んだと。油断したその瞬間に、月曜日の午後2時半ごろに、この携帯、僕の携帯に、安倍晋三って電話かかってきたんですよ。 で僕がびっくりしたのは、今まで安倍さんと何度も何度も、それはもう、数多いてないですが、電話で話してますが、全部僕からの苦情なんですよ。消費税上げるな、あるいは衆議院解散ためらうな、何してんですかと、ね、こっちからかけるばっかりで、総理から電話かかったこと、一回もないんですよ。大体安倍さんとこんなに親しいのに飲みに行ったことないんですよ。な、ね、んでって安倍さんから聞かれたから、権力者とは飲まないって言ってるんですよ。ね今もです そしたら安倍晋三ってかかってきたから当時会議中だったんですけど飛び出したんですよ。ね、なぜかというと話くるーっと元戻っていくんですけど僕の専門分野の一つが国家危機管理ですで、感染症とテロ対策言いましたが同時に自然災害、ねで。自然災害だったら世の中にすぐ分かります。でもテロが起きると最初伏せるんです。これやむを得ないです。だからテロが起きたと思って 総理、どうなさいましたかって言ったんですよ、電話出て。そしたら、当時の安倍晋三内閣総理大臣が、ああ、青山ちゃんね、政権、やっぱり出てほしいんだよねって言われたんですよ。この頭の真ん中からね、自分が噴火するのは分かりましたよ。総理、断ってるでしょって、僕はって、こういう声で電話で、会議室まで聞こえたそうですけど、ねで今、月曜日の午後2時半ですよって。 総理大臣が暇でででいいんんすすかっって言ったんですよただ安倍さんは全くめげずにああ忙しいんだけどねって言われて青山さんが国会来ると外務省が変わるなって言われたんですよ。あの人は全然めげない人ですから外務省が変わるなってこれは安倍さんとの長い議論で分かってるのは僕は拉致事件の解決を外務省に任せるなって言ってるんですよ。総理が自分でやってくれとなぜか 外務省がやってる限りは北朝鮮も外交部っていうね要するに北朝鮮の外務省ですよ北朝鮮の外務省って皆さんニュースで見たことありますなえあんのないでしょう？いやあるならってあるって言ってるんですよはい。<laughs> ほとんどないはずですそりゃそうやん何もしてへんもん要するに金一族っていうね、本当は正体不明の独裁者がいてその独裁を守るために工作機関をす次にあってその人に軍部がいて 学兵器持ってる軍部,が軍部がいて、そのずっと下にいわゆる行政機関があるんですよ。日本で言ったら外務省とか、経産省とか、財務省とか、ね。だから拉致事件を北朝鮮の外務省は全く知らないです僕らのほうがよっぽどよく知ってますよ。だから日本が外務省がうちがやるって言ってたら、北朝鮮は外交部しか出てこないから解決するはずがないわけですよ。だから総理、自分でやってくれということを言ってて、安倍さんはなんかむにゃむにゃ言ってるわけですよ。その経緯があるから おはさんここかけたら外務省が変わるなって言ったのはあんたが外務省を変えろって意味ですよ。ね、で僕はうっと思ったんですよ。自前資源の話しましまたよね民間時代にいくら言っても経産省は自前資源やろうとしなかったけど国会議員になったら後ろに主権者がいるから国会議員が偉いんじゃなくて主権者に選ばれると必ず経産省は態度変えるよって意味をその一言で言うんですよ。 でさらに僕はうーっと思ったら最後に安倍さんは、まあ、調子づいてですね住民にとって朝8時から部会行ってあるんですよ必ずだから朝苦手とか遅刻する人はだめですこれ自由参加です名前言わないけど「おらとらおらおら」とか,オラオラオラとか全然来ないです部会に、はい、テレビに出ててもすいません今僕はテレビ6年間お断りしててもう皆さん忘れちゃってるでしょうがいずれにしてもテレビには出て部会に出てこない議員って言いますよ、ね でも部会に出る人は必ず出てくる安倍さんは青山さんが自由民主党の議員になって部会に出たら自民党の議員も変わるなって言ったんですそれで僕はノックアウトされて決意した違います初めて選挙に出なきゃいけないかなってことをまともに考え出しましたそれは安倍さんはまあ大した交渉能力だと人たらしだと思いますけどでも最後にやっぱり断ろうとしたんです というのはシンクタンクの社長やってて、やっと経営がうまくいきだした、ね。独立総合研究所っていうんですが、株式会社なのに、会社の利益は追求しないと、公然と掲げて、国益を追求する、さっき言った民間で外交、安全保障、国家危機管理、資源エネルギーをやる、借金して調査船出すということをやってて、こんなんうまくいくはずがないと思うでしょ。それはなんと軌道に乗り始めたところだったんですよ。僕はいなくなったら、この独立総合研究所どうなるかと思って、 断ろうとしたそしたらさっき皆さんに女性がいるからお話した母ちゃん青山チャラかせが東京に晴海ふ頭っていう研究調査船が出るとかあるんですけどそこに行ってですねそして海明っていうねこれ文科省の船ですけど研究調査船のタラップを上がっていって船の中に入っちゃったらもう電話通じないんですよ、ね、普通の電話は衛星回線ってとんでもない高い値段そんな使えないからタラップの上行った時に電話してきて。 なんんて言ったか母ちゃんが後悔しますよって言ったんですこういう言い方なの本当に後悔しますよそれでブツッと切れたこれどういうことかというと要するに拉致被害者の被害者も横田めぐみちゃん13歳で拉致されて今57歳です、ね、それから僕は神戸の幼稚園で有本恵子ちゃんと同じ幼稚園に行ってたんですがこの お母様の有本佳子さんという人、なぜか僕の死んだ母に多く似てまして、お母様亡くなってしまった。政府が認定した拉致被害者は17人しかいない、本当は100人超えてますけど、証拠が集まって認定できたのは17人しかいない、5人だけ帰ってこられて、残り12人、その中で、ご両親の中で生き残られているのは、めぐみちゃんのお母様の横田早紀江さんと、有本恵子ちゃんのお父様の有本昭弘さん、今、神戸にいらっしゃいますが、 このお二人しかいないなんですよ千春はこういうことはよく分かってるだけじゃなくて例えば有本さんと会ったこともあるから要するにこのまま民間人で拉致事件をやろうとしてもできないからやむを得ずでも国会議員になって後悔しないようにやるべきじゃないかってことを一言だけ「後悔しますよ」って言ってねそれで僕は正直決心したと思うでしょ。う まだできへんねんやっぱり嫌やと俺たすきかけんのかと思ったんですが今日動画をご覧になってる方多いと多いかもしれませんが横にいる三浦真美っていうね当時の社長秘書今二人目の赤ちゃんでお腹パンパンですけどもう動画でもこれは言いましたお腹目立つからその三浦真美が当時独身の26だったかな日本女子でこの真美の野郎がですね僕に何て言ったかというと。 社長、国益のためですって言ったんですこれでノックアウトされただから実に、まあ、母ちゃん含め、日本女子2人にお知らをされて、国会議員になりました。で、その時に、例えば献金受け取らないとか、それから孤立無縁で仕事しても評論家じゃないんで、仕事できないから、しばらく様子見て、今までの派閥じゃない議員集団を作ろうと決心して、 そして今、ずっとお話ししたようなことをまあそれなりにやってきたわけです。そうするとなんと恐ろしいことに皆さん安倍さんの予言が当たったっていうのをお分かりかもしれません。外務省は変わって見えないんだろうけどすんごく本当は変わりました。はい、もうそのせめぎ合いですけれども外務官僚の中で、まあ、実は僕は東大で教え教え子がまだもちろん若いですけど防衛省3人をはじめ外務省にも経産省にも行きますからそこから変わってきたのもあるけど 明らかに変わってきたんですもっと極端に変わったのが経済産業省で、これはですね、皆さん、国会議員が偉いって話をしてるんじゃなくて、ここのところよく分かってほしいんですけど、あなたが偉いんですよ、つまり民間の専門家として、これでもまあ、世界で一応知られてますさっき言った AGU で発表し、しかも AGU から僕は招待講演者になって、ね、大学の先生じゃないのに招待講演は僕一人です、日本人だいたいほとんどいないし。 だから世界で知られてる民間の専門家ですけど経済産業省に行くとまあ課長補佐ぐらいしか出てこないわけですよ。そう実は兵庫県知事が言っても課長補佐なんですよ。お役所ってそんだけ偉いわけですよ。それが主権者が後ろについた6年前に48万1890票入りましたこの姫路からものすごく入れてくれたと思うけどそうすると僕が議員になったら急に経産省が人事やったんですよ。ね、天然ガス課長長をはじめ、ね、燃料部長とかこの 資源に関わるところの人事が全部入れ替わって民間時代に僕の話聞いてくれた人はねもう外に追っ払われた状態になったのに全部戻ってきたんですよ人事がひっくり返ったんですその結果どうなったかというと二千二十七年度今からわずか五年後に商用化ねメタンハイドレートの商用化特に日本海側の霞陽気木之崎沖も含めてこれを商用化するってことをもう大臣も公式に言ってしまったんですよ はい、僕は安倍さんと意見の違い多いです、安倍さんが習近平国家主席を国賓で呼ぼうとしたのは絶対反対して、はっきり言うと、守る会中止になって潰してしまった、ね、今、僕はロシア入国禁止になってますけど、チャイナはとっくに前から入国禁止ですよ、だから実は外務省が実は奥で変わり、経産省はもっとはっきり変わり、そして自民党議員、自由民主党議員は、 派閥の壁乗り越えてて守る会に74人が結集してます、ね、そのことを考えると、実はやっぱり参考にしてもらいたいのは、話戻っていくと、き日若い人も多いから、6年前に、じゃあ、実際僕は選挙出て、どうやって勝ったんだと、どうやって当選したんだというのを聞きたいと思うんですよ。お金、ほとんどかかってないです。だいたいあれへんし、ね。なぜ僕は当選できたかというと、ただ遊説だけしたんですよ。とにかくもう あの記者会見したのが公示の2日前でしたから、大阪で記者会見したんですけど、知り合い記者もいますよね、記者出身だから、そしたら知り合い記者を中心にね、青山さん、今日何の記者会見ですかって言われて、いや、選挙に出るんですよって言ったら、え何の選挙って聞かれたから、いや、そら参議院選挙ですよってあ、あさって公示じゃないですかって言ったら、記者団がね、そら間に合えへんでーって、あかんでーって、だから記者会見も、もう分かったから中止しましょうって言われたんですよ。ね その状態でどうして48万票も入ったかそれは演説をするだけ遊説するだけそれももう北海道とか全然行けない四国も行けないねお金もないし時間もないだからこの姫路2回来ましたけど関西と東京だけでやったんですよそんなんじゃ受からないですよ僕の全然知らない人がね3人ぐらいずっと自費でついてきて自分のスマホやカメラで撮って動画でアップしてくれた それれ皆さんがご覧ななっただだけけですす、ね、お金どれだけかけてないかかていわりますそしてね今日純真学院の山下君は来てないのかもしれないけど去年の9月の総裁選の時にね純真の同級生の山下健ちゃんってやつが僕にメールを起こして「青山お前メ,メールの電文ね電話じゃなくてお前6年前の選挙あの時は5年前か2016年の選挙の最後の日覚えてるか?」と。ね 大阪の南波の駅前で、うめ尽くして人が、ね、そのうめ尽くしたみんなの目がどれぐらい輝いてたかと、ああいう,ああいうことを思い出したら、お前はここで総裁選に出るべきだということを山下健ちゃんが送ってきたんですよ。で、今日は総裁選の話はしませんが、でも確かに、山下健一、僕の同級生のメールで思い出したのは、まあ、本当は忘れてないけど、みんなの目の輝きですよ。 姫路に来た時も、一回はひどい大雨だった、でも皆さんの目の輝き、要するに日本は本来は政治じゃないんですよ、それはさっき言った、ね、コンステチューションを憲法っていう日本語の国会た間違いと同じで、本当は日本は祭りごとなんですよ。姫路もお祭りやりますよね。感染者があったらお祭り復活しますよね。みこし担いでる人が自分の幸せ願ってみこし担いでますか。 みんなが一緒に幸せになりたいと思ってみこしかついてるでしょねこれがお祭りなんです。そのお祭りと政治って意味の日本語の祭りごと、同じことだし、天皇陛下が今夜もただただ人のために祈られる、ご自分のことは祈られない、眞コ内親の殿下のご結婚問題で陛下は苦しまれたそうですけど、宮内庁から聞いてるのは、それでもご家族のこともお祈りにならない、ただただ、 人のことをお祈りになるこれがだからお祭りとも共通してる祭り事って意味なんですよ。そうすると、僕の周りに自然に集まった方々、ね、でそれも、例えばある政党が動員して選挙カーつけようとしたら邪魔したりしましたよ。ね、その時、に喧嘩しちゃだめなんですよ。相手の思うつぼです。そうですかって言って、隅っこの方でやってるといっぱい人が来るんですよ。そしてみんなの目が輝いてる。これを例えばね あんたいくつですか42歳です。そんな老けたはんのめっちゃ若作りやん。いや若いです。あっ、変わらんかなごめんね。20代いないにあ。あんたいくつうん。30?34? まあまあええわ。ね。自分のこと、自分の年考えてよ言うわと思うだろうけど、34歳の、あんた名前なんて言うんですか新原さんが選挙に出ようかと思ったらですね、昔だったら、 地盤カバンとか行ったんですよつまり世襲だったりねあるいはカバンってのはお金のことですよねそうじゃなくてこの新原さんが例えばこの姫路の周り電車賃数百円で回れるとこ行って面白いことをブログにアップするツイッターとか短いのダメですよブログにアップしていってそれがもうこの新原さんのブログを読んだらもう面白いなと思うのを何年間もやってたらまあ例えば 冗談じゃなくて15万人ぐらいずっと見る人がいるようになったりしたら、住民主党は公募しますから、全国比例で手を挙げたら、この15万人プラス、15万人でもぎりぎり全国比例で当選するかもしれない。そうすると、かかるお金っていうのは、自転車で行ける範囲だったら、ただみたいなもんでしょ。うインターネットは中小誹謗も多いし、嘘情報も多いけど、何でも引かれた闇があります。 一枚の紙の,紙の裏表です。良い面を使えば、今はかつてのように、安倍さんみたいに世襲でないと出られないとか、お金がないと出られないとか、今までの派閥の古い古い人の言うこと聞かなきゃいけないとか、そんなのはなくなった、なくなった、あるけどなくてもできる、その塊が、この姫路がふるさとの僕だということですよ、ね。そのことをできれば考えていただきたいと思います。で えー、これ3時まであと5時間しかないやんかちょっと質問を受けたい受けたいんだけどえ明日の朝5時まで、うん、<laughs> 明日の午前3時までって言ってます、うん、じゃあ質問を受けるんですがちょっと最後に憲法のことだけね一言だけ言っときますと皆さんその僕の話を 本当かどうか確認するために、現場、京都御所一番行きやすい、行ってくださいねとお願いしました。もう一つ、憲法だけはね、憲法の前文と9条と96条だけ、この3箇所、憲法の前文と9条と96条、それだけ後で見てください。すごい簡単に言います。96条に何が書いてあるか、これさっき言いましたね、国会議員の 全部の数の3分の2以上で国民投票にかけられる、憲法変えたいときは。そして国民投票で過半数があったら、憲法変えられる。これは手続きだけ変えてるようでいて、意味が違いますよね。日本国憲法は、西暦1946年、戦争の翌年の11月に、甲府、みんなに知ってもらいました、作って。そして翌年の1947年、昭和22年の、 5月3日から使い出しましまただからゴールデンウィークになってる。ね、これ一つは当時日本は占領中です、ね。国家ありません。だから自分で作ったって話はどうしても実は無理があります。ね、その上で96条に戻ると手続きのことを言ってるようでいて本当の意味は変えなさいってことでしょ。やがて時代が変わったら今のようにウクライナ戦争があって。 ロシア、中国、北朝鮮という独裁国家が隣にいる意味が分かるようになったら、変わったら変えてくださいと、ただし、安直に変えるんじゃないと、国会議員の半分じゃ済まないよう、3分の2以上賛成して、しかも国会で勝手に決めるな、日本の主人公の主権者に聞けと、ハードル高いのは僕は正しいと思う、でうも必要だったら変えろって言ってるんですよ。今ですね、 初めて政治的なことを一つ言いますと、野党、立憲民主党をはじめ野党の方々が、火事場泥棒だって言ってるんですよ。ウクライナ戦争をきっかけに安全保障を考えろとか憲法を変えろとか、火事場泥棒。え、じゃあ96条、火事場泥棒ですかこんなアホな話がおまっかいな、ほんまに。こんなもう標準語でしゃべられへんで、アホらしいって。だから 実は憲法を変えましょうって民間時代からずっと言ってる僕とか、意見は違ってもそこは合う安倍さんとかが、護憲派なんですよ。96条い行かざよと。ね。今日もこの会場入る前に、この情報を見てたら、集会があって、憲法を一ち変えるなと。ね。じゃあ、96条の改正条項を使わないってことですよね。これ、左も右もないでしょ、本当は。本当は野党も与党もないですよ。 変える必要が出たら変えなさいって書いてるんですよ。9条があるからロシア軍が攻めてこないって誰がもう信じるんですか現に9条に一時一く国民がどうやって守られるかあるいは奪われたらどうやって取り返しに行くか書いてないから北朝鮮が安心して拉致していった事実が目の前にあるじゃないですか。でその上で9条のことを言いますとね。 9条の前半に武,力に武力の行使はいけませんと、暴力使うな、これ正しいです。でもその後に、武力の威嚇もだめって書いたんですよ。武力の威嚇ってどういう意味ですかこれも僕の話では全部プライベートに関することにもつながっているのは、千春と青山千春士と出会ったのは学生時代ですよ。ね、僕、大酒飲みです。兄貴も知ってる大酒飲みですよ。そして千春は船の学校ですよ。公開か。東京海洋大学公開か。酒飲みます。 学生時代酒飲んでタクシー代なんか出ないか,ないから僕は電車で送っていった。ね。そうすると金曜日の最終電車だと千春がすみません、これ一瞬申し訳ないけど胸が大きいんですよ、たまたま。胸が大きいだけで座ってるとですね,ね、あいつを触らせて僕立ってますよね。そうするとね、こういうネクタイした月曜日の朝になったら部長や課長で会社で訓示するだろうみたいな人がですね、だらしなくネクタイ緩めてしかも。 集団頼んんんででで触らせるるってくすすよよ回回じゃないんですよ、ね、少ない少も3回ありましたよその時、僕はどうしたか。多少、同級生知らないけど、格闘技を知ってました。その時にぶん殴ってたら、これ、傷害事件ですよね,ね。そして僕は大学、大学になったでしょ、その時、あの時、早稲田大学ですけど、退学になったけど、おそらく人生やり直した。でも、殴られた被害者のはずのサラリーマンの方々はどうですか ここのの事件のきっかけは痴漢行為を働こうととしたんだと、ね、相手が学生だと思って舐めて胸触らせるときたろそれが原因だってことになったら会社にいられますかそしたらその人の人生が狂うだけじゃなくてご家族どうなるんですか、ね、まだ学校行ってる子おそらくいるでしょうだから僕はまだ20代の若造でしたけどとっさに考えたのはこれは 暴力を振るんじゃなくて最後の最後で上着脱ぎますが、ね、これ当時は上着なんか着てないですよどうしたかというと肩をむき出しにしたんですよこの1年半ぐらいトレーニングできてないからもう細くなっちゃってるけどでもこう,こういう肩を出してですねこうやって出して見せて山手の線の中で「ほらやってみろ!」って言ったんですよそしたら3回ともへな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 庭でナメクジに。 塩か、佐藤が忘れましたけど、塩ですよね。ね、波くじ、昨日届けだけど、かけてみたら本当に変だなってびっくりしたけど、そんな感じなんですよ。これが安全保障です。分かります武力を行使しない、暴力を使えない、武力で威嚇して抑止力を見せたんですおかげで戦争にならなかった、喧嘩にならなかった。おかげで相手の人生も守られました。 青山千博士当時の横川千春も性的被害受けなかった、受けてたら、例えば僕が憲法9条の精神に乗っとって、つまり自分で守るなっていう意味の憲法だから、110番したと、普通に。電車が止まってお巡れさんが来る間に、間違いなく胸に触られてますよね。じゃあ、千春はその後船に乗れたと思いますか。船には女子用のトイレも、お風呂もありません、観光船じゃないから。女子入浴中って札かけるだけです。 性的以外は生涯続きますだから本当に皆さん守らなきゃいけない、家族のことも。それだったら、チャールはあれだけ勉強してたのに、船に乗れなくなって、メタンプルームも特許もなかったんですよ。そうでしょそれを未然に防いだのは僕は凄いんだからです。だから、憲法9条に武力の行使しないって書いたのは正しいけど、威嚇するなって書いたのは間違いです。さらにその後に、陸海空軍、 これを持たないって書いてあって僕は最初に憲法で会ったのは小学,小学校5年だけどえ負けたら持たなくなるっておか,おかしいんちゃうかなって当時まだ人心言ってませんよ、ね、学習塾行ってた頃ですよところがですねこれ仕事で世界回るようになってふと気がついてもう一回球場を見たらそう書いてないんですよ「陸海空軍その他の戦力はこれ保持しない」って書いてありますその他の戦力って何ですか 今、凄んで僕、肩の筋肉見せましたね。これ、殴ったら相手は怪我するか、下手すと死にますよね。その他の戦力ですよね。それだけじゃなくてですね、今、この熱心な女性が、ちょっと貸してくれます。ボールペンでね、メモ取ってくださってます。ねちょっと見えますか。このボールペンをこうやって押さえます。こうやって押さえてね、押さえて、え、見かけ20代の、本当は40代のあなた、申し訳ないけど、ちょっと犠牲になってもらって、 こうやって彼の頭を押さえますよね。頭を押さえて脇締めて一回つきます、目を。もう一回つきます。二回だけつきました。完全に目は潰れます。これだけ尖ってれば。目潰れて戦える人いません。ということは、これは何ですかこれはあの熱心な女性のボールペンですけど、その他の戦力です。そうでしょう平和を守ろうとしている九条じゃなくて、日本人は武装解除するって意味なんですよ。さらにその後に、 一番最後の極めつけで、もう司会役の政策秘書が早くやめろって言ってますけど、そこで。ね、最後の一行、国の公選権は点、これを認めない丸って書いたんですよ。国の公選権は点、これを認めない、一体どういう意味なのか、それを教えてくれたのは、なんと北朝鮮です。今からちょうど20年前の2002年9月17日、当時の小泉総理と官房副長官だった安倍晋三さんが北朝鮮に行って、ついに、 当時の金正恩総書記、今の独裁者のお父さんが、拉致事件を認めた、その時に北はなんて言ったか、国がやりましたって言ったんですよ。当時、僕は民間人で電話連絡待ってました。電話かかってきて、北が認めた、ね、僕はものすごく一瞬は嬉しかったですよ。でもその後に電話してくれた情報当局者が、国がやったと言ってるんだよ。えっどういう意味なんだろう要するに北の悪いやつがやったというやつが、国家機関がやりましたと。ね どういう意味なのかと。なんと、純真学院や早稲田大学や慶應義塾大学、あるいは東京大学、ね、僕が教えてる学生も含めて、僕らよりも、皆さんよりも、ずっと北朝鮮の方が日本語憲法の正体を知ってて、国の公選権は点、これを認めないっていうのは、相手が国だったら、何をされても戦うなと。めぐみちゃんや、有本恵子ちゃんや、そういう、 日本人をいくら誘拐されて、拉致されて、相手がそれを認めても国がやったといった瞬間に日本は凍りついて何もできなくなった。北方領土を取ったのもソ連、ロシアっていう国です。竹島を無理に奪ってるのも韓国っていう国です。相手が国だったら何もしてはならぬ。ね、一体じゃどうやって日本人を守るんだと。これは僕は学生時代からそういう疑問を持って憲法一生懸命読んだら、憲法に前文という妙なものがついてる。条文じゃないから 守るのか守らないのかよく分かんないけど、多分憲法を作ってるときに、多分じゃなくて、本当はこれやばいなってるのって、文を書いた。そこに何て書いてありますか。私たち日本人の、ね、安全だけじゃなくて、生存、つまりみんなの命です、あなた様の命を諸国民の公正と信義にお願いするって書いてあるんですよ。諸国民って誰ですか、ね、これを東大の。 教養学部の非常勤講師やってたときに、東大の先生にも議論をまあ、ふっかけた、ふっかけたっていうか、議論を持ちかけたら、むにゃむにゃの人が多かったけど、喋る人で、言ってくれる人で、いやいや、それは広島の現場公園と同じで、青山さんみたいな人は志後がないって言うけど、これはまあ、世界平和は言ってるんだと。世界中のみんなのこと言ってるんだと。言われたから、僕はその東京大学の先生に、先生、アフリカに行かれましたかと。アフリカに行ったらみんな上と。部族交差でみんな苦しんでますよ。そういう国々の人が、日本人の、 安全と生存、守ってくれるんですかと。これ、嘘でしょと。諸国民というのはごまかして書いてあるんで、本当はアメリカって書いてあるんでしょうと。<え>なぜいじめが起きるのか、なぜ親が自分の子供をいじめ抜いて殺すのか、目標がないからです。何のために勉強するのか、何のために働くのか、何のために家族といるのか、本当は人のために生きるっていう国全体理念があるのに。 全部アメリカに任せて、そのアメリカ、党のアメリカが、さっきのオフ・ザ・レコードってバーで、僕に言うのは、早く憲法変えろと。で、僕が言うメリット、お前らが作ったっていうと、彼らは必ず、変えないのはお前だって言うんですよ。その通りですよ。1952年に日本は独立回復して、52年ですよ。もう一体何年経ったんですか。そのことを考えたら、次の6月22日公示、7月10日投票の参議院選挙は、 もう一度皆さん、僕の話を、私に入れろって話なんかしてないんです、僕が出てようが出てまいが関係なく、憲法を変えられる人、ね、その人を選んでください、それが僕の最後のお願いです。はい、それで、政策、井出口太志政策秘書です。はいはいえーな 長崎県の五島列島出身、国境離島の出身で、東京大学出身です。はい、この井出口太志市長と、さっき内緒で打ち合わせしたら、ちょっと延長しても大丈夫じゃないでしょうかね。言ったよね。はい、言ったと認めましたので、すいません、じゃあ、だんありがとうございます。男子一人、女子一人、質問を受けたいと思います。はい。はい、じゃあ、太市当てて。はい太 マイク来たい人ははいなんか襟巻きトカゲみたいなマークが来ましたはいじゃあ,あの短めにしていただくとお二人であとあとじ女性はいらっしゃったはいどうぞあ大変大変貴重な話ありがとうございましたはいえっと姫路市にはあの自動車部品メーカーがありましてその関連企業も多数ございます、うん、まあその上であの自動車の電動化とあと、うんえー 電電力の電源構成に関する質問をさせていただきますで、えー、と自動車のカーボンニュートラルは、うんえー、車両の技術進化だけでなく、うん、エネルギー供給体制とセットで考える必要があるのですが、うんえー、将来の電源構成において太陽光風力などの、えー、再生可能エネルギーを増やすと、まあ、気象条件で電力が大幅に変動するため、うんえー、電力が足りない時は火力を増やし、うんえー、電力が余る時は、えー、送電網の停電を防ぐため、えー、出力制御で 電力を押せなきゃいけない,いちょっと質問が長い <laughs>、はい、要は電気自動車とそれから再生可能エネルギーのことをどう思いますかという質問を受け止めていいですかそう,そうですね私はイ、ね、ンフィ,フィブを活用してハイブリッドが主流になるんじゃないかと思いてますけどこれはあの僕はっきりした考え方を持ってまして全部を電気自動車にするのは反対です <laughs>、はい、今日あのアメリカの話が多かったですけど実はフランスドイツ イタリア、イギリスとも長いこと付き合ってます。ね、彼らの陰謀です。はい、<laughs> 普通の陰謀論、僕はなかなか認めませんが、今までのエンジンで勝てないので、例えば中国ではもう手作りみたいな電気自動車走ってますが、それを世界ベタ塗りすると、技術力の差がなくなってしまいます。だから日本潰しです。ね、しかも今、今、丁寧にご質問をいただいたんですけど、 おそらくこれもおっしゃりたかったと思うんですけど EFEL て言いまして要はガソリンに似てるように見えるけど実際は今までのエンジンでそのまま使えてトヨタやあれも本土やめてしまったけど例えばトヨタで使って今までのような炭素を出さないっていう燃料も実はドイツのアウディ自身がもう9年前から作っていたりするんですよ一気にここでトヨタを叩き潰そうという陰謀ですからまずそれに乗っちゃいけないです日本の産業政策として。 もう一つは、さっきドイツが原発をやめて再生可能エネルギーにしようとしたら、使い手があんまりにも悪くて、ドイツ工業国ですから、日本と同じ。結局、ロシアから天然ガスを入れて火力発電をやっ,ぱやって、環境が帰って悪化したんですよ。再生可能エネルギーは、むしろ福島の後福島からもう11年経ちましたから、本当に使ってみたんですよ、この11年間。そうすると、再生可能エネルギーだけでは、工業力も何もダメになってしまうっていうのが、 よく分かったその上に、例えばこの姫路も含めて太陽光パネルでいっぱいいっぱいですが、ほとんど中国製です。このパネルは意外に耐用年数が短くて、もうどんどん大きなゴミになってて、それ、チャイナ引き取るんですか。パンダは持って帰ってしまうけど、これ本当笑うことじゃなくて、なんでパンダだけ、日本が育てたパンダを持って帰って、太陽光パネルはそのままなんですか。ななんでそこに有利な 政府が事実の補助をして、守らなきゃいけないんですか。で、これを国会議員になってからも何年前からガーガー言ってたら、今度は揚力、ね、洋上風力発電だと言い出して、この間、初めて登壇者って言って、あの陛下の席の前で、僕は代表質問ってやりました。代表質問っていうのは自分で質問を全部作れなくて、党からの政策審議会ってやってきて、こういう質問でどうでしょうかって言ってくるんですよ、議論をして、その時に、 洋上風力発電を強化って書いてあったから、反対ですって言ったんですよ。うん、<laughs> そうするとその、政策審議官の偉い人が本当にいつから転がり落ちたんですけど、これだって総理がおっしゃってますって言うから、総理がおっしゃってたって、私は主権者に選ばれてきてるんだから、代表質問であっても、私の意見でやりますと、洋上風力発電は日本に合わない、大体遠浅の海が少ない。 僕はデンマークもどこも調べ歩いて言ってるんだから、デンマークに行ったときに、デンマーク環境省の人で日本、日本の大使館に行った人が、ミスター青山、今から言っておくけれども、日本で風力発電を重視しちゃダメだよと、まず低周波の音で妊婦の方が苦しみ、そして日本の景観を破壊すると、しかも効率がすごく悪いと、まして洋上風力なんかやると、遠い遠い海の向こうに置いて、それがそもそも、 漁業を邪魔すると、ね、風の向きも変わってしまうと、だからやっちゃだめだよという参考意見もデンマークから聞いたりしたんですよ。これを前公表したら、デンマークのおー日本人の方からそんなああさはないって来たんですが、そんなああさはないって言われても、実は僕はデンマークの環境省でこの話を聞いてるわけですよ。そして現にこれから洋上風力発電やるなら、これ全部中国製ですね、日本のこの海に中国の作った 洋上風力発電はまたでかい、そして国会議員は総理も含めて、船にほとんど乗ったことないでしょ海の怖さは知らないですよ。どれだけの潮風が吹いてると思うんですかあっという間に、ハイテクの金属を使っても劣化しますよ。皆さん、子どもたちが、今日のアーチ君が大きくなるときに、まず実はメタバースっていって、アバターがいる変な世界で育つ上に、しかも日本の周りの海は、 中国が捨ておいた巨大な羽でいっぱい、それが日本のエネルギー政策ですか、だから今のご質問は非常に正しくて、これは今のうちに止めなきゃだめです、太陽光パネルの失敗に学ばなきゃ、中国の言うことをアメリカの代わりに聞こうとする勢力が与野党問わずいるというのを、守る会の大きな目的の一つは、中国にも韓国にもどこにも文句を言える、言うべき、文句言うべきを言う集団に、僕はしようとしてます。 はいじゃあちょっと短くて申し訳ないですけどはい、はい、あマイクあごめんなさいね走らせてはいはいえりあこ,こっちから来たはいじゃあ質問ごめんね短くありがとうございますじゃあ,あの短めに申します、はい、えっと、うん、インフレであるとか、うん、QT であるとかウクライナ戦争の影響で世界中の株価が今ぐにゃぐにゃになっております で株価はせえ経済の先行きを証明する、うん、ものであると、証明といいますかあの、先行きを表すものだと言われておりますので、やはり生活は政,治政治は生活であるということですので、経済の先行きはどのようになるのかということを伺いたいいたと思います、えっと、まずその、株は経済の先を見るというのは、僕、証券記者だったときはそうでしたが、今は必ずしもそう言えないです。つまり異様な買い支えとか あるいは異常な売り買いがもう常態化してるんでこれはネットで取引がすごく早くなったこともあって株式が今まだ比較的まあ3万円を超えてないけど2万7000円ぐらい維持してるからといって経済の先行きが大丈夫ってことはないですだからまず今日証券関係の人には申し訳ないけどあの株が未来を占う時代はもう終わりましたでその上でやっぱ今の為替の問題 今まで日本は円高で苦しんだことはあるけど、円安が心配な種になったことは、いわば日本経済の近代の、近現代の歴史で初めてなんですよね。ただし、僕は今の黒田日銀総裁の考え方を支持してます。黒田さんの考え方全部支持するわけじゃないんですよ。でも、ちょっと経済苦手な人には、ちょっと申し訳ないけど、短く言うと、金利上げちゃだめです。今ですねあの武漢列が 僕、武漢列読んでます終わろうとしてますよね。そうすると、アメリカ人はさっき言ったとおり、ストレートだから、元にかく終わるんだって言って、物を買ってるわけですよ。しかも、物を買い出したときに、3年ぐらい物を売れなかったから、物を作ってないんですよ。だから、少ないものをみんなが買おうとしたから、アメリカの物価はもう空前の,あの物価高になってて、ものすごいインフレになってるわけですそうすると、お金を中央銀行に戻さないといけないです物を買えないように。これを金利上げるって言うんですよ。 だからアメリカの中央銀行の FRB は0.5%、0.5ってちっちゃいのに見えるんですけど、信じられないよ大幅でこの利上げをもう決めました。22年ぶりですよ。そうするとドルを買うと利子つきますよね。円は利子ゼロですよね。だから当然、円持ってる人も円を売っちゃって、そのお金でドルを買って利子分取ろうとしますよね。だから円は安くなってるわけです。だからこれは すごい評論家とかコメンテーターが放送作家の書いた台本で日本売りだとか日本がおられてる、違いますこれはだから今の目先の話です。円安にショックを受けて今、利子上げたりすると、この不景気の中でなんとか借金もしながら、つまり銀行が生きられるように、銀行借金してくれないと潰れちゃいますから、銀行生きられるように借金してる姫路の中小企業なんかも、利上げされると借金が急に重くなるでしょ。これやると 日本経済は叩きのめされる状態になるから、黒田さんが、いやいやいや、円安のいいところあると、いいところあるんですよ。例えば、円高だと1ドル90円とするじゃないですか。これ今、128円ぐらいですよね。じゃあ、アメリカ人の観光客は日本に来たらどうですか ?10 ドル持って、これ、円に変えますって、1ドル90円だったら900円ですよね。でもこれ、128円の今ですと、1208円になりますよね。つまりそれだけ、外国人の観光客にとっては、お金が増えるわけですよ、何もしないのに。 これから感染症終わっていったら、ね、僕はその一気に観光客入れるのは反対ですけど、でも観光客増えてきますよね。その時に円安は必ず有利になるわけですよ。だから黒田さんが言ってるのは、円安もいいとこ悪いとこ、円高もいいとこ悪いとこ両方あるんで、円安だからすぐ利上げしろ,しろっていうのはおかしいと言ってるんですが、これは正しいです。もう一回言いますが、黒田さんの考え方に全部賛成ってわけじゃないけど、来年の4月までの残り任期1年、黒田晴彦って人で、僕は良かったなと思ってるんですよ。で あの質問の基本的なところは景気の先行きですけど基本的には明るいです明るいですなぜかというと感染症はもう終わりの始まりですというのはウイルス自体の変化が人を殺そうとしてないですもう落ち着いておとなしくなって生き残ろうとしているウイルス自体が従って必ず終わっていきます終わっていくと必ず日本は消費税の重しがありますけど個人消費が回復していくんで全体には必ず 当面の間はは経済は良くなります。だからむしろ今日中小企業の方も多いと思いますが設備投資も含めて今利子が安い間に銀行からできれば積極的にお金を借りて設備投資もしてほしいと思ってますとりあえずの先行きは明るいです、はい、ウクライナ戦争で例えば食料価格が上がったり燃料価格が上がってますけれどこういうことに苦しみつつも全体としてはこのパンデミックが世界中を覆っただけにそれが終わるってことは 経済にとってはプラスです。はい、いいですか。はい、じゃあ、女性の方、手を挙げてらっしゃった。はい。はい、じゃあ、女性二人。はい。すみません、はい、もう、これで、最後にしてください。はい。はい。短かったら、もう一人できる。はい。ごめんね、プレッシャーかけて。はい。あのお子様が関わる事故や事件は、誰もが心痛めていると思います。で、拉致事件も同じで。 あの最近、自由民主党のホームページ見たんですが、一つ目にもう自衛隊名義と自衛の措置に言及がありました、はい、で自衛隊の自衛の措置,が措置と、この拉致被害者の救出を結びつけたお話を総理自ら直接国民に示すようなことは不可能なんでしょうかはいあのいい質問ですが、僕はそれ、岸田総理にこの間も電話して、夏の参議院選挙は自由民主党勝つ負けるじゃなくて、憲法を本気で国民問うべきだと。 でしかも9条は安倍さんは自衛隊の明記しか未だに言わないけどこれ安倍さんにも僕はきつく言ってるんですけどこれはなんと当選してまだ10ヶ月の時に僕の案が住民と案になったんですよ今の9条はそのままにするけれども公明党の支持を得るために黒幕するけど後に第3項として自衛の措置を妨げないと付け加えるとこれ住民との正式案になってるんですよ、ね、でこれをちゃんと参議院選挙でもう一度打ち出して それに基づいて自衛隊が救出作戦の演習をする、見えるように、実際行くんじゃないですよ、演習しただけで北朝鮮は必ず交渉に乗ってきます、それは本当は自衛隊の強さを知ってますから、はい、世界3位か4位の核兵器を除くと力を持ってますから、自衛の措置を妨げない、自国民救出に行くっていうのは戦争じゃなくて、自国民の救出であり、自衛そのものですから、演習をさせるだけで違います。 あの安倍さんよりもこれやりやすいはずなんですよ、安倍さんとにかく警戒されてる、だから憲法改正もできなかった、岸田さん、誰が警戒しますか、うん、いつも検討してるだけですよ、はい、いや、これをあなたに答える、あなた様に答えるだけじゃなく、岸田総理にもろいってんですよ、総理は警戒されてませんって言うと、えーっておっしゃいますけど、だってされてないもん、ね、これだから心配してるから、長くなるにしたいけど、アメリカの国務省の人から、この間電話かかってきて、 なんで何もしない総理がって言われたんですよ、結託す悪いけど、にあのシーズ率高いんだよって言われて、一瞬英語ですけど、僕はなんて答えたか、短くこう答えたんです because he's not so controversial、controversial っていうのは論争を呼ぶとか、物議を醸す、ね、だからあの人は物議かもさないから、論争を呼ばないからって言ったら、電話の向こうで、国務省の知り合いがね、アメリカの外務省のことです、膝を打つようにね、あなるほどね、確かにねって言われたんですよ。 こういう人の方が憲法改正しやすい。はい。はい。いいですかじゃあ、最後、はいな。なんとか。飛行機に遅れたらええんやあ、同級生との懇親会短くなっちゃうはいどうぞ。今日はありがとうございました。こちらこそ、はいえー。私はさ、えー、青山先生の異業種の人、いでようん、のことで背中を押していただきまして、そうそう3年の秋に 朝議議議会議員としして議席を賜りました次は国政やな私の住む朝来市、うん、それと今日のお話にありました霞は兵庫県北部にある田島という地域に属しております、うんはい、で豊かに広がるメタンハイドレートを含む日本海が目の前ですこの少子高齢化また人口減少に悩むこの地域がメタハイを利用することによって、うんうん、豊かな地域経済を、えー、取り戻していくには 私たちはどののように備ええてていいいいればいいのか教えてください、うん、それはまずねこの、えー、兵庫県も伊藤さんが協力してくれたんですけど結局自治体がやれることじゃないって言ってひゅーっとこう落ち着いてしまった感じがあるんでさっき県知事選挙に出ないで国政にとどまろうとしたのは大きな理由ですと言いましたがやっぱり国であるしかないんですよ。で日本は民主主義ですから 今までの資源じゃなくて、最初の初期のコストがかかっても、最初いろいろ難しくても、それから今までの会社と姿が変わってしまっても、やってくださいっていうのを、主験者が声を上げるしかないです。で、あの皆さんね、あのデモをする必要ないんですよ。総理官邸に命令を送れますよね。意外でしょうが、例えば安倍さんはその中のピックアップされたものは一生懸命読んでましたよ。岸田さんはもっと読みます。で、返事来ないからといってがっかりしないでください。 返事もらうためじゃないでしょ。これは昔のデモ隊よりも実は効果があります。この例えば兵庫県の霞沖の自慢資源を実用化してくださいっていうのが例えば10万メール届いたらそれは考え方、変える大きな力に現実になります。はい、それから朝越市議会でこういう質問をなさるっていうのもこれはあの日本海で実用化されると幾のあたりはちょうど中継地点になるんですよ。ね、でそのためににも非常に意味が大きいんで ご自分が試験者に選ばれたんですからどんどんその質問もしてください、はい、じゃあ最後に後ろの方で挙げた女性いたよねあのすいません本当にもうあかんもうあかんってはい申し訳ございませんまた来ますはい皆さん本当にありがとうございました これをもちまして参議院議員全国比例青山茂春の僕らの国会は終了です。ありがとうございました。これから青山茂春が皆様をあのお見送りいたします。あの会場の後方からご退席いただきたいのですが、あのホテルのスタッフの方のご誘導に従いましてあの適度に距離を空けながらご退席いただきますようお願いします。

はい、女子何人ともよしはいありがとうございますあいつもありがとうございますはいありがとうございます、はい、あじゃあ,あの向こうで悪いけどちょっと待ってください。はいありがとうございますありがとうございますあとにかくそこにおりますのでもう、はい、15名以上ぐらい集まってますので、はい、どうか<の>案内してくださいはいけいちゃん はい高ちゃんありがとうございますお待たせしましたはいあいてくれたあの僕の書いてる通りだったでしょはい高ちゃんありがとうねはいお待たせしましたありがとうはい女子は何人もよしはいあじゃそれで確保ちょっとこれ整理したはいお待たせしましたはい。 I'm, I'm scared and I will do.